はいじゃそれではですね、えー、合格答案作成講座、えー、本日が民法の第一回の講義ということになります、えー、と合格答案作成講座については、えー、まあ論文対策の講座ということになりますので、えー、今までまあインプットとしてまあ入門講座などで一通りインプットをしてきた、えー、方がですね、えー、まあ予備試験の論文対策ということで実際のまあ、えー、事例問題についてまあしっかり解いていくという形で、えー、進めていく講座になりますで難易度としてはですねまあある程度想定しているのはまあ講義としてはまあ一つの科目が終わった段階で ま、予備試験の論文式試験の問題についても、安定的にまあ点数取れるとで、まあ難関の法科大学院であれば、まあ,ある程度の帰省者の試験については、まあ大体の問題を解けるというところをまあ1つの達成目標ということで進めていきます。で、講座としてはですね。とにかく問題数をこなしていくというのがまあ講座のコンセプトになります。まあ、中には重要問題とかをね。あのいくつかピックアップしていって、それでまあこなしていくということも考えられるんだけれども。もまあ、どうしてももう出たら文句言えない。問題っていうのはある程度蓄積されていてまあ、その。の 網羅性ととといいいいいううもののはぜひ担保していかなななきゃけこにりますので、まあ、合格答案作成講座の中では、まあ、旧司法試験ですね、まあ、今だと予備試験の問題と、まあ、ある程度親和性が高い問題ということになりますが、短、まあ、文事例問題に該当するような旧司法試験の問題、それからまあ南関法科大学院の奇襲者試験の中で、まあ、ある程度まあ事例問題として親和性が高いものと、それからあとはですね、まあ、レックの方でまでオリジナルの問題もいくつか入ってきますけれども、まあ、そのあたりのところをしっかりとこなしていくということになります。 で一応、講座としては、まあ、民法から始まって7科目やります、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、えー、憲法、行政法というかで7科目順番に見ていきますが、まあ、各講座としてです、ね、使うものは、この問題集になります、えー、合格答案作成講座、問題集民法というのがまあ今回、渡っていると思いますけれども、えー、こちらの方を問題解いていくと。 で1回あたり平均でだ、いいいいた問問から8問ぐらぐを予定していますでこれはまあ科目によってある程度変わってきますけれども、えー、講義の中でまあ次回扱う問題、まあ、場合によっては、ね、通学で受けられている方は金曜日、日曜日という形になるので、まあ、金曜日に、ね、日曜日の指定されても困っちゃうというところもありますから、まあ、大体1週間先ぐらいまでの扱うべき問題というのをたい20問ぐらい指定しておきますので、まあ、講義の前の段階でまあ準備をしておくということを一応推奨ということになっています。でテキストとしてはまずですねこの問 問題集とそれからこの定義集と論証集というものも一応一緒にお配りされていると思いますが、こちらの定義集とか論証集に関しては、まあ講義の中では基本的には使わないものになります。もう講義の中ではとにかく問題解きまくっていくということで、まあある程度講義進んでいくので、じゃこの二つ何で使うのかっていうと、まあ論証集定義集については何か調べ物をするときとかに、まあとりあえずは引いていくために使っていくものという位置づけになります。まあ入門講座でいうと例えばセブンサミットとかね、まあそういう 形である程度調べ物をするような問題というのは、ままあ、いわゆる書籍みたいなのがありますから、まあ、そのために使っていくという位置づけですですのでまあ講義の中で積極的に読んでいったりとかあとはまあ場合によっては講義の進路に合わせてガチガチ読んでいくということは特にしなくていいのかなと思ってます、まあ、むしろですねペースメーカーとして使われる方は、えー、まあ入門講座であれば入門で講義を受けてたりとか、まあ、もしくは入門講座でなくても何らかの形でインプットを進めているという場合であればインプットで使った教材をねそこを重点的にやっておく方が 圧倒的に有意義ですので、まあ、そちらの方の復習の方に当てていただければと思います。で、もう1個は一応チェックシートっていうのが配られていると思います。で、こちらチェックシートっていうのはあの私の方の入門講座で配っている、まあ、とりあえずま論文で暗記用に使っていくという教材になっていますので、まあ、こちらは通常使われている方は同じものになります。えー、入門講座で使っているものと同じものになりますので、まあ、場合によっては合格とは作成講座の時に何か見る時とか、まあ、チェックシートどんな風になってたかなっていうのを見る時とかにあの使っていただければと思います。あの使うこれ どうして配っているかというとあのどうしても問題解いていく中で規範が必要なものとかね、えー、まあ判例でまあ抑えなきゃいけないようなもの,ってのを出す時に、まあ、そちらの,方のページ数とかでここに書いてある内容という形でまあ触れていったりリファーすることがありますので、まあ、講義の中ではまあとりあえずは積極的になんか、ね、あの使うというよりは、まあ なんか講義の中でまあ判例の言い回しとかを言及するときにそこの何ページっていう形で使うという位置づけになりますからまあ講義としてはえまあ問題集とまあお手元にまあ場合によってはチェックシートがあればいいかなというところですで。今日はまあ初回なので え特段、ですねあの事前に準備をしていくということは必要なくてまあ合格答案作成講座の中でどんな感じで問題解いていくのかということで特に初めてですねまあ論文対策という形で進めていく場合にはまあ答案を書いていくということはもちろん重要なんだけれどもまず最初に正しくく答案構成を立てていとうことがもう圧倒的にに必要になりますあの正直なところ論文を書くときに文章を自分で頭で考えて答案構成練ったものを文章化していくというのはある程度まあ作業みたいなところがあるわけですよね。 まあ接続詞の使い方であったりとかまあ文章の展開の仕方とかそういったものっていうのはある程度ねあの経験値が必要になるのでそれをやっていかなきゃいけないけれども結局正しく答案構成ができたものを文章化するっていう作業はある程度固定的にできるようになってくると結局は。 まず最初に答案構成の段階で外さないということがもう圧倒的に重要になってきます。なので、この合格党案作成講座の中ではまあ答案構成をしっかりと練り込んでいくということをまずはあの最初の出発点にしていきます。ででですのののの講義の中でのまあ予習っていうものは 基本進捗状況にはよるんだけれども、き、まあ、今日の講義以降は、毎回あの問題の方う、7問ないし8問え指定します、まあ、1週間ベースでいうと15問ぐらいになると思うんですが、まあ、そちらの方のまの問題を読んできていただくということですね。で問題を読んでできてていいただいてでそれでもうとりあえず そんなに時間かけなくていいですから。あの実際にこれが論文の問題だったら、どういうことを書かなきゃいけないんだろうな、というようなまあ、そういうところをまあ,あのいわゆる淡々と、えー、答案構成を作っていただいてくるというのが一つの予習ということになります。で、場合によっては学習の進度が十分に進んでない場合には、えー、例えばもう問題文を書いて図を書いてくるだけでも個人的には構わないと思ってます。えが、ー、少なくとも問題文を読んで、それで、まあ何を書いていくのかっていうのを考えてくるだけで全然大丈夫です。で、一応。注意 事項がいてあってあの調べ物をめちゃくちゃするっていうことはこの講義でするとものすごいコスパが悪くなるので、えー、例えばね、まあ、勉強を始めて最初だとねもうとりあえずもう完璧に募習しようと思ってね1問もとりあえずやってみて、えー、なんか関連事項を調べてみて1個答案構成作ったけれどもなんか1時間ぐらいかかっちゃったっていうケースはよくね聞くんだけれどもあのやっぱりあの入門講座とかと同じでもうとりあえず問題を解けるようになるっていうのはとりあえず復習の反復に尽きるんですよ。もう最初でで自分で編みみ出したたもののいいうよりはもうある程度答案構成の筋みたい なものをある程度頭に入れてそれを何度も何度も同じような類題で繰り返していくことが効率的なのでまあ予習として一つ私が目安にしているのが1問20分。 えー、以上は書けなくていいです、まあ、場合によっては20分待たずしてもう全然分かりません終了でも全然個人的にはいいと思っててあの調べ物をするとしたら何か見たことあるっていうなんか記憶の引き出しがあるときにその時にああ確かあの講義メモのこの辺に書いてあったかなとか、まあ、基本書使われている方は基本書のこの辺にあったなっていうのを例えば調べ物の先が分かってて調べて確認するっていう限度ならいいんだけれどもこの辺りのものをとりあえず読み込んでみようみたいな形でやっちゃうと、えー、かえってまあ泥沼にはまってくるというところもありますので、えー、予習する にあたっては、だいたい一問多くても二十分ですから、七問予習範囲ということであれば、もう二時間半ぐらいですかね、トータルで二時間半、まあ二回の講義です。一週間でまあ五時間以上これにかけることはまあしなくていいかなと思います。で、通常ですね、あのまあ例年受験,受験生とか受講生の方で、まあ合格答案作成講座を受けられている方も、まあ長くてもだいたい一回の講義の予習時間二時間かけている方少ないかなっていう感じです。まあだいたい問題文の答案構成をまあある程度立てていってこういうことを かなっていうのを一通り目を通していくということで十分だと思います。で、講義としては毎科目ですね、えー、全部、えー、問題を扱うんですが、一応ちょっと目次の方を見ていただけるとですね。ええー、と、第1部と第2部っていうのに分かれてます。 で第一部というのはまあいわゆる旧司法試験の過去問といったように分野別に網羅的な問題として流れているのが第一部の問題で民法は75問ありますで第二部の予備試験過去問というのがこれは予備試験の平成23年からまあ直近の平成あ令和3年までの論文の全過去問ということになりますで講義では最後の2回ですね一つの目安になりますがまあ各科目最後の2回を予備試験過去問会ということで最後の2回については予備試験の過去問を 一気ににさすがですねですので、まあ、2回ないし2回半ぐらい使ってやっていくことになりますが、まあ、そのラストの2回ないし2回半以外は基本的に第1部の問題をやっていきますで、まあ、民法の場合は他の科目と違ってある程度問題の難易度が結構差があるので講義の中ではまあ大きく二回しあります まず基本的な事項であったりとかある程度入門知識のアウトプットの中で十分、答案構成を組めるものをまず最初に第1部1周やってからで残った問題を二回しということで進めていきます。ですので今日の問題ですけれども、まあ、予習は前提としないので全然気にしなくていいですが今日は第3問、第4問。 えー、あたりから入っていきます、えー、第3問、第4問、えーまあ今日の前半の講義だと3、4、7ぐらいの形で、ね、進めていきますで通常は講義の際にあのやるもの,っていうのを扱っていきますので、まあ、そこはまあ一個一個見ていきましょうであとはです、ね、講義の進め方についてはちょっと触れておくと基本的には予習段階で自分なりにこうかなというのを考えてきていただくとでで実際、講義ではもうとにかくあの答安構成というのをどんどんつけていきます。で特に、まああの ある程度模範回答ももちろんつけてはいくんだけれども現場でこの問題を見た時にどういう思考過程を取らなきゃいけないかとかまあ特にあの事例問題で当てはめが必要なものであればまあこの事実はちゃんと拾っていかなきゃいけないで拾うんだったらどういう視点から評価していなきゃいけないかとかまあそういうことをまあ,ある種あの一つの理想,理想とまではいかないけれども現実的に考えられるまあベターな答案例っていうのを私の方うでまあ講義として作っていきます。ですのでまあ実際予習してきた方はそれとまあ合ってるところとかまあそこと整合性なかったところとかを まあ,ある程度、詰めていくでもし、講義の中でちょっとまあ十,あの十分に予習が回ってなかったとっいう場合であれば講義の中で理解、納得していくという作業を進めていくと、まあ、いうことになりますであとは復習に関しても触れておくと復習はとにかく同じ答案構成をしっかりと立てていくということにつきますなので、まあ、もう1回、ね、真っ白なものについては答案構成を立てていって で、それで答案構成をもう一回再現できるかで。もしちょっと時間がないのであったら、答案構成例という形で作ったものを見て、何度も何度も反復をして、問題文を見たときに自分なりに答案構成をできれば、まあ、口頭でさあさあ言えるぐらいのところまでえ反復するということに尽きると思います。まあ、ある程度ね、あのー、 まあ大学受験とかの学習経験とかがまだ残っている方はあの合格とは作成講座に限らずあの法律の定石問題というのは、まあ、数学とかの定石問題と似ているところがあって、まあ、この問題とかこういう形式が出た場合にはこういう風な流れで組んでいくみたいなのがある程度、ねえー、固まっていますので、まあ、そういったところを自分で再現できるであとは予備試験の論文であったりとか複雑な問題というのはある程度その辺の定石の組み合わせに、えー、まあ現場思考みたいのを足していくというのが、ねえー、まあ結構多くありますからまずはその定石的なところを正しく理解するということで だからあの一番なんかあの学習方法で結構リスクが高いかなと思っているのは解答例の暗記ね。 あのもちろんその学習法とかは別にあの悪いとは言わないし一定程度効果があるんだけれどもまだ論文問題始めたばっかりの人っていうのは解答例見てとりあえずその解答例をとりあえず写,写してみてねそれでまあ覚えてしまうっていう方法もあるんだけどあまり汎用性が高くないんですよね。あのなぜかっていうとその問題とちょっと変わってきたら解けないっていうのもあるんだけどもう一つ大きな理由はあの実際にこの答案例を作った人であったりとか、まあ、私も答案例たまに出したりするんだけどあの実際に答案例を作る人と実際に受験する人って違うから。 文章の形の持ってき方とか変わってくるからそこら辺は自分で文章をどうやって書いていくかっていうのはある程度その答案構成から作っていくっていう作業の方が有効だと思うので一応復習としてまああれなのはあのまあ復習で。 まあ、答案構成たくさん作ってねっていう形で言うんだけれどもその何問か答案書くに値する問題って言っちゃいけないけれどもこれは答案を書いた方が力が伸びるかなっていう問題は何問か指定します。えー、例えばば今日であれば第3問と第問はこれいいい問題ですよねっていう感じで、まあ、できればこれ答案書いてくださいっていうことであれば実際に真っ白な状態じゃなくて答案構成をお手元に置いてそれを文章化する。 で場合によってはそれで、まあ、私の方で参考答案例を出す場合もあるしあとはまあレックの方の参考答案例を見ながら、まあ、そこのところを自分で答案構成が完璧っていう状態で文章を書いていくっていうでその繰り返しっのが合格答案っていうのはすごく重要になりますあのどうしてもあの合格答案作成講座の場合には論文のインプットでまず1周目っていうことです論文のインプットの点ではねということになりますので、まあ、できる限りありその辺のところはねあの、ま まあ言ってみれば直線距離じゃないけれども、まあ、無駄な時間を使わないように、ね、進めてもらえればというふうに思います。であとはです、ね、講義の中で一応触れておくとです、ね、えーとまあ、去年まではです、ね、私の方で手書きであの書いたものという形で講義をやっているんですが、こ、まあ、今年からはちょっとデジタル化ということで、一応例えば第3問であれば、えー、一応まあこういうふうな形で,で、ねまあ、iPad を使ってということになりますけれども、一応講義の版、えー、書についてはそのままこちらの方のデジタルの形で書いていくことになります。で、えー、ですの,であの まあ実際、講義を受けるときにどうしても書いちゃうというのは分かるんだけれども、場合によっては、例えば全然書くのが追いつかなかったりとか、多少ね、書くのがどうしても追いつかなくて、なんか、書いてるうちに理解が追いつかなくなっちゃうとよくあることなんで、もしちょっとしんどいなと思ったら、場合によってはもう講義の方の理解の方に集中してしまって、で、まあ、板書についてはこちらはウェブの方で、マイページありますね、翌日、指紋に出るマイページの方のレジュメの形で、例えば今日ね、問題7問ぐらい、7問いかないかもしれないけれども、 今日やった問題全て答案構成で私が手書きしたものというのは Web でアップされて PDF で落とせますのでそちらの方を場合によってはまあダウンロードしてストックして自分で書いていくということも可能ですので、まあ、そちらの方もですね、えー、参考にしていただければと思います。 では、早速ですけれどもね、今日の講義の内容いきますけれども、まあ、本日は民法の総則的な部分ですね。えー、と一応ね、無料体験講義の冊子をお持ちの方は、えー、おそらく第15問までの問題がいってると思いますけれども、一応今日の内容としては、大体その第15問ぐらいまでのところから、まあ、1週目で絶対に押さえなきゃいけないという問題を見ていきます。でまず、問題としては今日第3問からやっていきます。扱う問題としては、最初に問題文で言うと、3、4、7。 90、えー、9, 10, 12、15っていう感じかなま、また順番に言ってきますけど、えー、3、4、7、90、12、15っていう形で、まあ、問題ちょっと扱っていくことにいたします。じゃあ早速ですけれども、えー、第3問の方から見ていきます。でまず答案構成に関しては えどういうふうに書いていくかというとまず文章を読んだ上でですねまあ大体の場合人物関係図を書いていくことになりますまあよくあるのが A から B に対して債権なら矢印書いたりとかねえ定答権がついてるなら丸るてって書いたりとかまあ,ある程度自分なりの図を書いていくことになりますでその上で、そのえで、説問で聞いていることに対して端的に答えるということになりますからまあ第3問であれば E は所有権を取得できるかということを聞かれているのでまあそれに対して回答していくということになりますじゃあ早速ちょっと見ていきましょうじゃ第3問です。A は代理人 C をを通じて B から土地を購入したが A A は自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をしてそのまま数年を経ていますでその後 C は D から借金をしてその土地に抵当権を設定したで右借入金の債務不履行のためにその土地は競売され E が経落したでそして E は所有権を取得できるかという問題ですそうするとまずはね人物関係図という形で見ていくとまず A が代理人 C を通じて B から土地買ってますからえーっとですね まあ内容としてはまあ B から土地を買ってますが、まあ、代理人 C を通じるということですからおそらくはまあ C が代理人で,でまあ A がまあ売買で土地を買ったと、まあ、こんな感じでまあ文,章あの文章をまあ,ある程度図解していけばいいですよね。そうするとまあ AB 間で売買契約を結んだわけですよねで。AB 間で売買契約を結んだわけだけれども A は自己名義にするのを嫌って、えー、C 名義に登記移転をしてでそしてそのまます あ、失礼しました。これちょっと直します。もう一回書きますね。ごめんなさい。えっ、ー、とこちらは私の問題読み間違いです。すいません。えー、代理人 C というのは A の代理人ですね。えー、ですから内容としては A がま代理人 C、代理人 C を通じてま B からま土地を購入したと。だからまこの場合ただと本人代理人って感じですよね。で B.C 間で売買契約を行ったということです。で、えー、でそれでまあ 大丈夫かなでそれで自己名義にするのを嫌っていたから C 名義に、えー、登記移転をして、えー、そのまま放置していたとでその後 C は D から借金をしてでそして、えー、その土地に定当権を設定したということは、まあ D, がまあ、D, D が C に貸金債権を持っていてで貸金債権を持っていてその上でえで、ーまあ、D はここにまあ定当権の設定をしたと、まあ、定当権をつけたということですね。まあ ししましたた、えー、定等権をつけとということですねだからまあしょ、まあ、こんな感じです。で、そしてさらに、えー、この借入金が不履行のため、えー、定当権が実行されて、まあ、E が契約をしたという、まあ、そういう事例になっています。ですから、この後、定当権が実行されていて、で実行されて、その後、まあ E が。 経絡をしたんだという事例です。で、この時にまあ e がまあ所有権を取得できるのかという問題がまず出発点ということになってきます。ですが、まず問題文をしっかり見ていくことね。えー、まあ、問題としては、ここに書かれている内容をとりあえずまあ自分のまあ、あれでもいいですからね。自分なりのまあ、あの理由付けでいいですから。まあ、ある程度こういう形でまあ文章化していくってことが必要になります。そうすると、まあこの問題文第3問を見ていくと、とりあえずまあ有権代理になってますから、えっ、ー、とまあ代理人 c を通じてですね。こちらですかね？ A は代理人 C を通じて B から土地を購入したということですからこれに対しては特段代理に関してのなんか問題点はなさそうですからね民法99条1項で有権代理の要件ありますよね代理権の授与先立つ代理権の授与権限内の法律行為そしてその際に権名があるということが99条1項ということになりますがおそらくはこの売買契約自体は今回の問題では明らかではないですけれども まあ99条1項のまあ有権代理として認められそうですからそうするとこの売買契約の効果は A に帰属しますよねま。まず出発点としては今問題文から分かるところを見ていくということになるのでそうするとまあ3 3番の問題、ね、の1行目のところで代理人 C を通じて B から土地を購入したということになりますのでそうするとまあこの BC 間の売買契約というのは問題なく99条1項の有権代理の要件を満たしていますから99条1項の効果として法律,効果の効法律行為の効果 A に帰属します。とということは売買契約の 売買契約の法的効果って何かっていうと当然所有権の移転ということになりますから B の所有権は当然 A に有効に所有権移転することになりますから本件土地の所有者は A ということになりますよね。A ということになりますで。ただし A は自己名義の登記にするのを嫌っていて C 名義に移転登記をしています。ということはこの登記というのはまあ問題文からすると。 C 名義に移転登記をしてそのまま数年を経たということですがあの問題文どうしてもねこれ問題文の事情が短いところはあるんですけれどもまあこれ見る限りおそらくは C に無断でやっているということをま前提としていいのかなって気はしますえまあ自己名義にするのが嫌だなということで C 名義に勝手に移転登記をしたということになろうかと思いますからそうするとこの登記っていうのは一応 A が無断で行っていると A によって行われるものでこれは不実登記ですよね。 えー、富士通ということになりますでこの富士通記をほったらかしにしていた後で、まあとおそらく D はそれに気づいたんでしょう。えー、D は C はそれに気づいたんですよねで。そして借金をした上でその土地に定等権を設定したということです。ということはまず E が所有権を取得できるかという前提としてこの定等権の設定及び競売が有効かどうかということですよね、えー。もちろんこの E の所有権が取得できるかということですから前提としては。 結局この D の、まあ、E のね、まあ、E の所有権というのが認められるかって問題はそもそもこの E というのは、まあ、D の定当権ですよね。D の定当権設定の上で、まあ、計画したっていうことになりますから、まあ、D の定当権が、まあ、そもそも有効であるかどうかが、まあ、最初の出発点になるよね。 まず最初、そこはなんか問題文を読みながらあ、まあ、E が所有権を得られるかということですもこの所有権の問題についてはあのこれから先初めてあの勉強する方もいると思うので触れておくと、まあ、所有権で出てきたらとりあえず、ね、所有権取得原因っていうのを最初に考えるといいです。 どうしてこの人は所有権を取得するのかとかまあ所有権に基づいて何か請求する時っていうのは何でこの人が所有権を取得したのかっていう取得原因からまあ攻めていくっていうのがまあオーソドックスなんですよ。でそうするとは E の所有権っていうのはじゃ所有権の根拠は何かっていうと D が正当定当権を設定して契約したことに求められるわけでしょ。ということは E が所有権を得られるかどうかっていうのは結局のところこの D の定当権というものが有効かどうかということに尽きるわけですよ。 じゃあ本件ではどうですか、D の定当権というのは、えーまあ、一応 C に対してつけてるわけですよね。えーまあ、この C に対してつけてるわけですけれども、えー、この問題については、そうすると、まあ、定当権設定して計画したけれども、考えてみてください、設定者である C っていうのは、本件の土地ですよね。えー、これ、土地について無権利者ですよね。えー、なぜならば、 まあ先ほど99条1項の話しましたけれどもまあ BC 間の売買契約は有権代理として有効ですよね。BC 間の売買契約は有権代理として有効ですからそうすると結局この土地所有者っていうのは A になりますからえまあ考えてみたら C っていうのはその定当権の設定権限ないんですよ。ということは結局土地について無権利者ということであれば従ってまあ D の定当権も当然これはえ認められないということになります。 ですからまず一番最初に問題文から与えられる原則論みたいなのを最初に拾っていくとこういうことが言えそうですよね。E が,定権を取得した e が所有権を取得するっていうことを主張できるためには D の定当権っていう取得原因が、ね、定当権の競売ですから D の定当権が有効であるってことが必要になります。こ、まあ、これがだから所有権取得原因ってことですよね。 えー、所有権取得原因ということになりますからそれがまあ有効であることが前提となるということはこの所有権取得原因であるところの、えー、D の定当権設定契約が有効かっていう問題になってくるそうすると定当権の設定権限は C から設定受けたわけだけど C は無権利者なんだから、まあ、当然 D は無権利者からの定当権設定では定当権得られませんから、えー、得られないということで、まあ、原則としては所有権は得られないよっていうことをまず論じていくわけですね。ただまあ原則としては まあ所有権は、A e、は AE 得られないってことにないとこにりますでもちろんこれ問題文の事情から見ると C はまあ実際登記がついてますよね C 名義に登記移転をしてそのまま数年を経たっていう事情がありますからまあそうすると C が登記を得ていて C が所有者であるかのように信じたということは確かに事情としてはありますですがただしここにといてはちょっと触れておくけれども確かに C の まあ所有権登記というのは存在するけれどもまあこれはもう論文対策の中でもよく出てくるやつでまあ登記に更新力はありませんからえ登記に更新力はありませんからえー D は権利取得することはできないということになりますま。よくねこれ C に所有権登記があって D がそれを信じたっていう事情があるえけれども,もうこの登記に更新力がないですからえまあ言ってみれば不実登記を信じたとしてもこれ不実登記ですから。 当期ですからそれを信じたとしても当期に更新力はありませんから D の権利っていうのは当期を信じたことでは認められないよということが原則論になるそうするとあとは続きはもう慣れてくる話になりますけど当期に更新力がないと言われたらもう94条2項の累積世論ですよね。 まあ特に不動産の場合には、登記を信じた第三者というのは、まあ、不動産では更新の原則はありませんから、登記を信じたからといって、直ちに所有権を得られるわけではないんですよ。ただし、もうこの登記に更新力がなくて、D の権利は取得ができないというまあ原則論は示すけれども、ここで94条2項の累積適用論で何とかならないかという問題になるわけです。まあ、保護が図れないかということです。 でちなみにこの94条2項の累積適用論は、まあ、1問目では普通に出てくるところですけれどもじゃあ94条2項の累積適用によって何が認められるかというと信じた通りの権利取得ということですよねつまり D が低当権の,あのごめんなさい C が権利者であると信じたわけだから、まあ、その通りの権利取得だからその権利外観法理であるとこの94条2項の累積が認められれば、まあ、D は有効な定等権を取得したっていうふうに信頼したわけだからその通りの権利を認めるっていう法律効果が現れるわけです。 ですから、この保護というふうに言うけれども、結局 D が今回、東京を信たの G ですから D ですから、信じた通りのえ権利取得を認められないかということです。でこの D が信じた通りの権利取得というのは、もちろんえ D の定当権です。D の定当権が認められないかということがまあ問題になってくる。あとはですね ちょっと見ていきますけれども、じゃああとは94条2項の話として持っていくのであれば書き方の流れしっかり押さえてねまず直接適用できないこと、もうこれはあの場合によっては飛ばしちゃう人いるんだけれどもあの、まあ、横着せずにしっかり累積適用が出てきたときには直接適用がまずできないことそして94条2項であれば94条2項の趣旨。 そしてその趣旨が当てはまることということで、類推の基礎があることを丁寧に書いていけばいいです。そうすると本件ではどうなるかというと、まず94条2項類推適用ですけれども、直接適用できないことを言っていきます。今回、直接適用できないのは大丈夫かなおそらく問題文の事情からは明らかではないですが、おそらく AC 間に通報がないと考えられます。ですから、直接適用はできないのはまあ AC 間に通報がないので、94条2項の まあ、直接適用はできないだろうと、で、直接適用はできないけれども、九十四条二項の趣旨。っていうのを、まあ、考えていくわけですよね。で、九十四条二項の趣旨は、まあ、権利外観法理ってことになります。で、権利外観法理ということになるので、まあ、ここで権利外観法理ってどういうものでしたかっていうことを見ていけば。 虚偽の外観があって本人の奇跡性があって第三者の信頼があれば信じた通りの権利保護を認めてあげようという見解ですよね。そうすると、まあ、今回虚偽の外観があると、まあ、虚偽の外観があって、まあ、今回本人っていうのは、まあ、実際に権利を失う人ってことになりますから、えー、今回の問題少し時系列じゃなくてあの人物関係図を見ると今回利岸関係がぶつかってるのは A と D ということですよね。 A と D がぶつかってますから本人である A の奇跡性のもとで D を保護するということになりますからちょっと戻りますね本人 A の奇跡性そして第三者、まあ、C の信頼が認められるかどうかというのを見ていきます。 であとは今日の講義の中では94条2項の類推論というのは、まあ、いくつかやるんだけれどもここで書いておいた方がいいのは本人の奇跡性が大きい場合には第三者というのは善意で足りますよね。医、ま、師、あ、外形対応型と呼ばれるもの医師外形対応型であるならば本人の奇跡性は大きいから第三者の保護要件は善意で足りるけれども医師外形非対応型になってくる場合には本人の奇跡性小さいから第三者の主観要件は善意無過失まで必要だよと。 いうこことをんか見ていくとですねどこで書いていいかわからなくなっちゃうという人結構いるんだけれども答案作るにあたっては大体、まあ、いい権利外観法理をこうやって述べていくにあたって、まあ、本人の軌跡性が、まあ、まあ言ってみればその本人の作出と外観が一致するような場合には。 まあ、あの本人の奇跡性が大きいことから主観要件は全員で足りるものとする。で、場合によってはそれが意思が形非対応だったら、その意思が形非対応のことをここで書いちゃう。で、今回は、まあ、虚偽の外観が、あとは当てはめていきましょう。趣旨が当てはまることを見ていきますから、そし権利外観法理に適合するかを見ていくわけだけど、じゃあ虚偽の外観はあるかっていうと、まあ、具体的に書いてるね。こっからだけは当てはめていくことになります。まあ、括弧三3としては、えー、具体的な 当てはめをかけていくことになりますからじゃあ虚偽の外観があるかということですけれどもどうなります ?C 名義の登記がありますよね。ということは不実登記としてまあ C 名義の所有権登記があるからまあ OK ですよと。じゃあえどうなりますかね本人の軌跡性ということですが本人の軌跡性はえ C に無断で登記を移転しています。 C. に無断で登記を移転しています。で、これはですね。あの、言ってみれば、医師外形対応です。ここでも、一応認定しちゃいましょう。医師外形対応ですから。まあ、奇跡性は大きいよねっていうことは言えると思います。 まあこの場合だったら本人の奇跡性は C に無断で、えー、登記移転しているという事実があるのでまあ奇跡性大きい。で第三者の信頼はっていうことはうずっと医師がいけ対応型だったらあごめんな医師がい対応型だから、えー、一応ね、えー、C の主観要件っていうのは このへんもし忘れてれば確認しておいてね、医師外経費対応だったら94条2項と110条の類推適用ということで、善意無価失要求しますけれども、94条2項の類推のみで OK と、まあ、いうことになるので、まあ、本文においては D が善意かどうかということが、まあ、一応分かればいいということになります。いいですかね、そうするともう第三者の信頼ということは、ここに、まあ、C の主観としては善意で OK と。 C の主観としては善意で OK ということになりますから第三者保護要件としては C が OK ということになりますからまずはこういう形でですね1問目ということでは94条2項の問題ということになりますからある程度 こんな形で見ていけば良いかなというところです。いいで、すかねで一応ここまでがまあ94条2項の問題です。で、そうすると場合分け必要になりそうですね、今回はね。D が善意だった場合に、まあ、E が所有権を取得するっていうことは、まあ、今回問題なさそうかなという気がします。少し問題文の事例を見ていくと、まあ、所有権の来歴としては、まあ C まあ、D が抵当権つけて、まあ、E が経落をしたということになります。 E が軽落をしたということになりますからまあ,あとはそこをまあ書いていけばいいとでそうするとまあ場合分けということになりますがここでまあ書いた通りになりますけれどもまあ C が善意であれば OK ですからじゃああとはちょっとこちらのにねえ問題をちょっと続けていきますけれどもじゃあそれを踏まえて C が善意だった場合どうでしょうかあごめんなさい D, D だねごめ, D ごめんなさい C って書いてある失礼しますあごめんなさいぐちゃっとなっとるえ D ですね ししました、えーまあ、D が全員であれば OK ということですね。で、なんで、ここも同じだ。んちょっと待って。ああ、ごめん、ここ D だね、ここのところね。申し訳ございませんでした。ここら辺ちょっとすいません、ちょっと直しておきます。えー、D ですね。すいません、ちょっとこちら、すいませんでした。こうですね。えっ、ー、と、まあ,あの、虚偽の外観が、まあ、C 名義の登記、すみません、ちょっとそこ修正しますね。 えー、虚偽の外観が C 名義登記。で、本人の軌跡性については C に無断で登記を移転した。で、今回第三者 D でした。すいません、こちらですね。ちょっと訂正します。えー、第三者 D の信頼については D が善意であれば OK ってことになります。ということは、まあ、D が善意であれば OK ってことであれば、あとは、まあ、D が善意の場合と、まあ、D が、 悪意の場合でまあバワヤキしていけばいいということになります。であとはですね今回の問題所有権の来歴としてはちょっとこちらの方に簡単なメモ書きになるんだけれども、えー、所有権の来歴としてはまあ A から、えー、とまあ D これはまああの低当権者ですよね低当権者がいて でその後にまに、定当権者が実行して、経落人がいるっていう形になりますから、まあ、イメージとしては、こんな感じですかね。まあ、D の定当権が有効であれば、それによって E がまあ所有権を取得するってことになるから、まあ、例えば D が定当権を取得したとしても、このあと E がそれをまあ結局取得するってことになるわけですよね。その時には、D が有効の場合には E はえーと所有権ですね。 まあこっちは問題ないですでちなみにあの確認ですけれども1人でもあの D が一応94条2項の第三者として保護されるのであればあの E の主観要件問われないからねあの一般的に絶対的更生というのを取りますから、まあ、結局この場合には E の主観要件取りません、えー、まあ一応、えー、と承継取得ですよね、えー、まあ D の定当権が有効であることを前提にそのまま定当権の実行により所有権を取得するということになりますから まあ一応まあ絶対的構成を取れば、e、の主観によらず、OK、です、まあ、ここはまあ一言書いておいたほうがいいですね。じゃあ D が悪意の場合にじゃあ E は所有権取得できないかってことになるけれども考えてみたら、e、D が悪意の場合にじゃあ E っていうのはどうなるかっていうとこの人形としては転得者っぽくなってるんだよね。 ですね、あの問題としては、こんな感じです。まあ、D が悪意だった場合には、D による所有,あの有効な抵等権は取得できないけれども、その競売によって買い受けた E というのは、あたかも転得者の立場に立ってますよね。で、あたかも転得者の立場に立っているのであれば、D が悪意だったとしても、E が善意であれば保護されるのかという議論は出てきます。いいで、すねでそうすると、この E が転得者として保護されるのかについては、まあ、こちらはもう確認ですね。えー、保護されるのかについては、一般的に言われているのは、 転読、えー、者も94条2項の第三者に含まれるっていうのが、まあ、一応通説的な見解ですよ、ね、いいですよねここは問題ないよねあの、まあ、理由としては94条2項の趣旨は転読者であっても当てはまるからね、まあ、94条2項の趣旨っていうのは転読、まあ、者であっても妥当するので そうするとまあ転得者者でであったたととととしても94条2項の第三者に当たるる考えられますすすいうことですそうこそ今回の場合には類推適用なんだけど同じでしょ ?94 条2項の第三者に転得者が含まれるっていうのはその趣旨が妥当するんであれば類推適用の場面であっても同じように転得者にも類推適用してもいいんじゃないかっていうことは言えそうだよね。なのであとはそこの部分一言書いていけばいいです。94に第とということは まあ同様と考えていいでしょう。ということは、えー、E については、権利外観法理で94条2項を考えれば、えー、虚偽の外観、えー、第三者の、あの、虚偽の外観、本人の軌跡性、第三者の信頼ってことを、これ E に対してやればいいわけです。いいですね。そうすると、まあ、94条2項の第三者が入るから、あとは同じように、虚偽の外観、本人の軌跡性、第三者の信頼、これをまあ書いていけばいいと。あとは、まあ、同じことですから、 同様に94条類推適用の展開をしていけばいいということになります。すると、まあ、今回虚偽の外観、これ E. が信じたものは何かを考えて。E. が信じたものっていうのは D. の有効な抵当権ですよね。ということは。えー、まあ。まあ、D. が抵当権者であるかのような外観。 まあ、おそらくはこの問題書いてないけどおそらく D の定当権登記なんかがついてる可能性が高いです今回ちょっと問題文の事情に書いてないけれども、まあ、D が定当権者であるかのような外観っていうのはおそらくは D が定当権設定登記などをしていればそれを適時すればいいですそして本人の軌跡性っていうのは A ですよね、まあ、これはもうさっき同じです とここれは C 名義のを備えていたってことですね A の軌跡性についてはこの D が低当権者であるかのような外観というのを作出したのはそもそも A が C 名義の登記を勝手に備えたことにあるので A の軌跡性は問題なく認められそうです。であとは3番目としては D の信頼ということになりますがここは要注意ですね D が善意であ e か。E が善意であればいいんですよね今回ね。 この転得者っていうのは E ですから E がね善意であればいいんですが善意の対象が違いますよね先ほどは虚偽の外観は C が所有者であることに対する善意だったんですこちらはねもう一回戻りますけど一番最初のこの D が権利取得できるか抵等権を取得できるかについてはこの C が要するに所有者であることを D が信じたっていうことに対する保護ですよねですからこの94条2項の一番最初の D が善意っていうのは まあここは実はちゃんとやっておきたいところで、これは C. が所有者であることについてです。ここの正義ですね。C. が所有者であることにつき善意ということになります。えっと特に今日の講義の中では一回目だからいろいろ散発的にやるけれども。あの善意か悪意かとか、そういう話が出てきたときに、一番抑えてほしいのが。何についてっていうことを書き忘れないでください。 あの一応ねこの問題 D が善意であれば OK って私の方が書いたけれども問題文で答案書くときについては何についての善意かで今回は権利外観法理でこの D については C の登記があって C が所有者であると信じたんでしょだから C が所有者であることについての善意っていうのがこの D の権利外観法理に関する部分だったわけですでそれに対してこの D が悪意だった場合転得者として E に94条2項の累積適用を使えるかって問題では E が保護されるかって問題です とということは E が信じた善意とは何かというと D が低等賢者であることについて善意です。いいですね。つまりあ、ごめんなさい。E の善意ってことになりますが、この E の善意っていうのは D が低等賢者で、 あることにつき善意ということになりますからあとは D が善意であれば OK と。ということになりますので、まあ、今回の問題はとりあえず1問目ということで、ね、あの少し転得者ちょっと低等賢者が絡んできたので少し転得者の処理が複雑なのかなというところはあるけれどもまず E が所有権を取得できるかの前提としてままず原則論を示していくってことこが大切になります、えー、問題としては、ね、不実登記があるでこの不実登記をベースとしてさまざまな権利関係が積み重なっているという問題ですから、まあ、結局のところ不実登記がある以上は権利取得できなくてで権利あの不実登記だから権利は取得できないんだけれども結局はその登記を信じたものをどう保護するかという94条2項の問題なんだろうなというのは、まあ、ある程度ちょっと1回ね え予想はつくと思うので、まあ、最初はですね、えー、一番最初になんとかここですね、えー、まあ具体的な図を書きながら、まあ、まず最初ですねあの原則論をしっかりと展開してくださいで原則論を展開していけば D の定当権は取得できないわけだから E の競売だって認められないんですよ E の軽落でも所有権得られないんですでそれがまあ原則論になるわけですね だけどもこの当期に更新力がないというところから94条2項類推論として、まあ、D の保護というのをまず考えていくわけですね。で D の定当権が有効であれば結局はあれでしょそのまま E が承継取得するわけですから E が承継取得するわけだから問題ないよね。でまあだからこの94条2項のまずしっかり論じた上で,でそれで D が、えーまあ、善意であって、えー、まあ 定等権有効ににに取取取得得得するるるるんだったらそれに基づく取得になででしょうね、えー、経絡による取得ができるで D が悪意だったら D による保護は認められないけれどもただ転得者としての94条2項の論っていうのがあるわけだから、まあ、そこの部分しっかり見ておいてください一応まあちょっとコメントになりますけれどもこの E の主観によらず OK っていうのは結局は承継取得が認められるってことね D の定答権が有効ですから まあ、経絡による承継取得ができるというのがまずあ,るあ,のありえるわけですけれどもね、えー、そこの部分はしっかり見ておいてください。で、えー、一応ここまでのところですね、だからまあ今回の問題っていうのは、よくはちょっと関連事項っていう形で、えー、ちょっと書きますけれども、まあ、今回の問題っていうのは、まあ、一般的にあの94条2項を書いていくんだけど、まあ、よくある、あのこの話ですよね。 まあ今回の,あの C とか D は違うけれども、まあ、今回この話ですよね、えー、まあいわゆる絶対的公正、えー、で94条2項の第三者が一人でも現れれば絶対的公正で D も権利取得、承継取得できると。でまあ D が、C が悪意であったとしても、C が悪意であったとしても、D が善意であれば転得者として94条2項の適用があるっていう、その話をね、ある程度頭に入ってればよろしかったかなと思います。ですので、1問目はこんな感じで,で、あとは最後結論を書いておけばいいですよね。D は、E は所有権を取得できるかってことですけど、結論からすると、結論としては D が C の所有権につき善意である場合、または E が D の定当権につき まあ、権,利権利者であることにつき、あの信じた場合ですよね。まあ、その場合には、えー、権利取得が可能ということを、まあ、まとめていけばいいのかなというところです。はい、ということで、一応、第3問については、こんなところにしましょう。でちなみに、この問題、次の問題ですね。えー 4条2項の累積適用は第 4, 4問でも同じように出てくるので、まあ、せっかくですのでちょっと第4問もです、ねえー、触れるところを触っていきましょうではまず問題文としてはこんな感じです A は B 所有名義で登記されている建物を B から賃貸賃借して引き渡しを受けて本件建物で店舗を営んでいます、えー、まずはまあ問題文の事情の方を確認しますけれども、えー、まあ B 所有名義で登記されている建物を B から賃借して引き渡しを受け本件建物で店舗を営んでいると。A は賃借 にににあたたっってて B B 金を支支払払いい賃料も B にいなく支払ってきとうことです、まあ、まずそうするとまあこの問題文から読み取れる人物関係図をとりあえず書いていった方がいいよねということになりますからまあそうするといいですかねまあ A が使ってるとでその後ちなみにですがところが本件建物はえまあこの1行目まで見ちゃいますけれども真実は B の配偶者である C 所有であって C が B に対して B の物情保証人として本件建物に定当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ B が C に無断で B 名義に所有権移転登記を経由した上え A に賃貸したものであったとまあ結構、すごい事実関係になってますよねですから、まずこの事実関係まず確認していきましょうすると,ですねちょっと問題文の方でちょっと当案構成の方で書いていきますけれどもどうやら本当の所有者は C だったわけです。 この問題ですね、本当の所有者は C だったわけです。で、実際に所有者は C なんだけれども、B が勝手に、これ、登記名義を取ってたわけですよね。で、勝手に登記名義をした上で、何をしていたかっていうと、A との間で、賃貸借契約を結んでいたという事案です。で、一応、AB 官っていうのは、一応、配偶者になってますからね。え、一応、夫婦ってことになりますから。 なんか、夫婦って出ると、なんかね、なんとなく嫌な予感しますよね、なんかね。ですが、ちょっとこの問題、なんとなく代理で問題とかでちょっとね出てくるのかなというところではありますけれども、まず一番最初はこういうふうな形ですよね。配偶者ですから、C が持っているものを、実際に見ると代理権を授与して必要な書類を交付したところ、無断で所有権移転登記を経由して賃貸したということですから、 まあ問題文としてはこの一応夫婦間ではあって一応代理権としてはなんかえっと定等権設定の代理権を与えてたんだね当権設定の代理権を与えていたんだけれども B は勝手に売ってしまったということですからそうするとまあそもそも。 ね、B には全く権限ないですよね、えー、定当権設定ということをただ単に、まあ、代理権、授与されていてで、B は A に対して賃貸をしたということになりますから、そうするとこの問題っていうのは、あの結構ここね、引っかかっちゃいけないんで、最初に言っておくと、これ、無権代理って考えた人、要注意です、この問題見たときに。B は代理人として行ってないですよね、B が例えば、懸命行っていて、A C か。 C の代理人として賃貸借を行っていたということであればそれは代理行為があったけれども無権代理だったって話でしょだけど今回の問題文は1行目見ると B から賃借をして引き渡しを受け本件建物で店舗を営んでいるとしか書いていません。ということは B っていうのは特に名名は特にしててないです事故の名ですのやってま,すまあつまり。 ということは無権代理の問題ではないってことね。まあ、今回問題で一応行われているものは無権代理の問題ではないよっていうことですね。無権代理というのは少なくとも代理行為として行われたんだけれども、いいですね代理権がなかったって場合だから、まあ、今回の問題ではま無権代理の問題ではなくて、まあ、むしろこれあの自分のものだって,言って C のものを貸しているわけだから、むしろこれ他人物賃貸借の問題です。 いいですね、あのこの辺りのところは結構よく引っかかっちゃう人がいるので、まあ、補足という形でコメントをしておくとです、ね、あの無権代理行為というのは少なくとも代理人として振る舞って権限がない場合は指しますから、まあ、本件では B というのは別に事故の名前で契約,結で、えー、で契約を結んでいますから、えー、特段これ、契約当事者は普通に。 AB として行われてますから、まあ、代理の問題というよりは B 自身が他人物の、えー、C の所有物を勝手に貸していたということになろうかと思いますでは、えー、それではちょっと問題文、1番、まあ、ここまでのところがとりあえず事実関係として表れているということになりますでは1番から順次見ていきます1は A が本件建物を賃釈してから1年後、まあ、少し問題文の方ですね。 戻りますけれども問題文としては A が本件建物を賃釈してから1年後に A はその事実を知った C から本件建物の明け渡しを請求された A は C に対してどのような主張をすることが考えられるかについて論じていくというのが1問目ということになりますそうすると少し問題の方行きましょうかね一応事実関係としては一番の問題は C から A に対してとりあえず問題文としては本件建物の明け渡し請求ですよね。 明け渡し請求を受けているということになりますから、そうすると、この場合、主張反論でしっかり組み立てていくというのが大切になります。まずは、A は C に対してどんな反論をすることができるかだけど、前提として、設問1については、C から A に対して明け渡し請求されているけれども、根拠は所有権に基づくだよね、所有権に基づく、明け渡し請求をしていくということになります <laughs>。 でこの問題ね結構多くの人がこの問題見た時に引っかかるかなと思ったのが、まあ後で復習する時にこれなんか表権代理の問題だって考えた人は要注意なんですだからこの問題っていうのは B は別に代理行為を行ったわけではないからそもそも無権代理っていう概念じゃないんですよ。B は自自 C、ね、C B はは自自自分分身ででで C C のの所所有有者者ああるるここととををししててねが隠 あれでしょ、A、自分のものという形で貸してるということですよね。ですからそもそもこれ事故の名でやってるのでそもそも代理行為ではないんですよ。なのであのこれをまず復習するときに表現代理の問題 なんかさっき夫婦間の問題だからさなんか夫婦間の基本代理権あるでしょ日常家事代理権基本代理権としての問題なのかなって考えちゃった人は結構要注意なんですこの問題あくまでも B っていうのは問題文見る限り自分のものとしてやってますからそうすると結局は A からの反論としては表権代理の主張ではなくてですね、まあ、表権代理の主張としてではなくてです、ねまあ、AB 間で 賃貸借契約を結んでいるといういわゆるまあ明け渡しを求められているけど私は賃貸借を申しているという端的に占有権限ですね自分は占有権限があるんだということをまあ主張していくということになるんですよこれを占有権限の抗弁というふうに言います、えー、まあ例えば AB 間の賃貸借があるから私はここを借りるんだということを言いたいんだけれどもただこれは あごめんなさいまた図形が出て A から C ですねすいませんでした A から C に対する反論としては、まあ、AB 間で賃貸借契約を結んでますまあ言ってみればこれ主張反論の組み立てを立っていくんですよ C からまず所有権に基づいた明け渡しを食らっているから A からしてみればいやいや私は AB 間で賃貸借結んでるんだから私は占有権限あるんですよっていう主張を一応するんですでただ占有権限はあるっていうけど C からもうあっさり断,あの断られますもう即こんなのダメでしょななぜならばこれについては B ってのは結局無権限無権利者ですから、B は無権利者ということになりますから、当然に賃貸借の締結権限なしです。賃貸借の締結権限がありませんから、したがって A としては、まあ占有権限というけど賃借権ですよね。 有効な賃借権はありませんよとあなたはと。賃、え、借、ー、権ありませんよということが出てくるということです。まあ、なんとなくですね論文書くときに最初に書き方がわからないとかどこから書いていいかわからないっていう人は A からの主張があったらその主張の根拠をまず書くでそれに対する反論があるんだったらその反論を書くでそれに対して再反論があったら再反論を書くっていうことを頭の中で想定してみてください。 毎回ね、これ、答案書くとき、その代わり、これをね、文章化していくと、この反論が考えられる、これに対し、これに対して、なんか5往復、6往復やっちゃう人いるんだけど、そこは答案書くときに、ある程度テクニックを、ある程度まとめていくことは必要になるけど、あくまで思考過程ね、思考過程としては、まず C から出てくるのは、俺が所有者出てけ。A から出てくるのは、いやいや、私、賃借人だから出てかない。 C から出てくるのはお前賃借人でも何でもねえよっていうねそのやり取りっていうのを頭の中に入れておけば問題文としてはすっきりするんですそうすると結局は結局 B っていうのは無権利者だったわけですよそのあくまでも定等権の設定権限のみが与えられてたわけでしょ定等権設定権限のみが与えられてたのに勝手に賃貸していると登記を移して賃貸するってことはそれは B としてはそんな権限はありませんので A, の A は賃借権を得ることができない はいじゃあそれでもうこれが原則論ですよ。でそうするとここでまあ原則論みたいな形で出てくると。で慣れてくるとねこの辺のところを一般に前さばきみたいな形で呼ぶことがあるんですね。えー、法律関係を整理するための前さばきとしてここをまず載せていく。で、まあ、A は賃貸借を受けることはできませんので原則としてはだめです。でただ問題文の事情を見るとなんとなく、えー、A としては賃借権が得られないけれどもなんかこんなのがあるわけですよ。B 登記持ってると 所有者であるかのような登記を持っているから、それを信じて、おそらくこの人は賃貸借を結んだと考えられるよね。いうね、登記があるから、まあ、B. が所有者であると信じて、A. との間で賃貸借を結んだと考えられますが。ただ、ここについては当然、えっと、B. の。まあ、所有権登記があるけれども、登記に更新力ありませんから。A. の。 権利取得はダメだよってことといい,いいいいこを書てけばそうするとあとはさもうこれなんかあれでしょここまで書いておけば流れ見えてくるでしょ。当期に更新力はなくて A に権利取得はないというのが出てきたということは当期を信じたものを保護すべきということで今度は A からの再々反論って形になりますかね。A からの再度の反論として94条2項の累積適用をここで持ち込めばいいと。 で保護っていうことですから何かっていうと信じた通りの権利取得だから、えー、当然自分が鎮釈権をを得るるとということを主張すすわけです94条2項の累積適用による権利保護が認められるのであれば結局信じた通りでしょ、えー、信じた通りの権利取得が認められるということになりますから A の実際には賃借権はないけれども信じた通りの A の賃借権を 認めるべきなんだということが A の再反論として出てくるということです。であとはやること同じです。もうあとは直的できないということからバシ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 言っていくと。であとはもうここ省略しますからね。えー、まず、まあ、直接適用はできません。でなんでできないかっていったら、えー、と今回は問題文見るけれどもはい、ちょっと見ると BC 間に通報ありませんね。えー、BC 間に通ボはありませんから、えー、直接適用できません。まあ、勝手にやっちゃってるよね。 通あごめんなさい、えー、BC 間に通報ありませんので、えー、直接的はできませんただし、えー、94条2項の趣旨もうこの辺はもうちょっと後でパッと見ていて94条2項の趣旨としての権利外観法理書くとだからこの辺りもし分かっているのであればまあ「九条の講義」なんかでもこの辺大丈夫だと思ったら別に書かなくていい感じですねあの後で、まあ、PDF で落とした時にああこ,こ大丈夫だなって感じで、ね、権利外観法理だよと。 であとは権利外観法理なんであとは本人の軌跡性とかを見ていけばいいので、まあ、同じじことですじゃあさっと見ていきましょうあとはもうちょっと当てはめも、えー、ちょっと一緒にやってしまいますけれども権利外観法理としては、まあ、とりあえず虚偽の外観でちょっと実際に問題文の中で認定してていいですか虚偽の外観どこにありますかって言ったら、えー、本件では誰でしたっけ、えー、と B 名義登記があります、えー、B 名義登記がありますから、えー、虚偽の外観はあると。 で A の帰責性、ここはちょっとしっかりやりたいですね。A の帰責性についてはこの人っていうのはあのた何をやったかというと代理権を与えただけですよね。登記名義を移すことについての意思はないよね。あくまでもこの A の帰責性のところは要注意で、えー、本件ではあ A じゃねえごめんなさい C の帰責性ですよ、ね、ごめんなさい、えー、この配偶者である C の帰責性については結局 B に まあ抵当権をつけるってことですかね。抵当権の書類。ということは。抵当権の書類を渡したわけだから。あの。b 名義登記の作出の。 あのこれはちゃんと認定ししていきましょう C の軌跡性については、えー、C としてはとりあえず B に定当権の書類を渡しただけで、えー、B の所有権登記この「丸というのは所有権登記と前提してます、えー、B の登記を作るっていうような意思は全くないですよね。えー、言ってみればこの配偶者である C は定当権登記つけてってお願いしたら勝手に所有権登記つけられちゃったって話でしょ。いいよね、無断でやってやられちゃったってことになりますからそうするとこれは意思外形非対応ってことになります。 まあ医師外形非対応になるからだからここで書いちゃうんですよ。医師外形が非対応の場合には結局は奇跡性少ないんですよ相対的に。えっとまあ C の奇跡性はそこまで大きくないというふうに言えます。で C の奇跡性がそこまで多くないということはあとは第三者の主観要件の3のとこですよね。 えと今回の場合だったら信じた第三者っていうのは誰だったかなってちょっと戻っていくと、えー、信じた第三者はこちらですよね A ですよね。A がまあ実際信じたってことになりますからそうすると A の主観要件としては。 a が全員昔であることが必要になります。まあ、ここはいいですよね c の奇跡性の意思外形非対応型の場合には、えー、本人の奇跡性が小さいことからいいですね。本人の奇跡性をが小さいことから第三者の保護されるための主観的要件というのは全員昔まで必要になります。で、これは根拠としては94条2項と110条の累推適用。 まあ、ちなみにこれは予備試験でもね。この110条94条2項と110条の累推適用出てきているので、えー、そこのところはしっかり見ておいていただける必要があります。そうすると、まあ、a が全員無過失ということであれば、まあ、明け渡しを拒むことができるかなということです。ですから、主張としては、まあ、設問1としてはこのぐらいの主張になるかな。まあ、明け渡しを認められないという。 あの根拠っていうのはやっぱり珍百得 L しかやっぱり考えにくいところがあるのであとはちゃんとこの94条2項の類推適用論に持っていくときに110条の類推もしっかりかけてあげるということをしてあげればいいと思います。で一応ねこれあのちょっと口頭になりますけどちょっと上に行きますけれどもあの論文書くにあたってはとりあえずやっぱ前さばきちゃんとかけて。 で前さばきをかけてその上で、まあ、この94条2本の累積適用っていうのを持っていくんだけどあのできれば最初の段階であの権利外観法理のところでこの意思がいけ非対応のことを書いておくと書きやすいです、さっきも言いましたけどあの権利外観法理に基づくものであると。でこのの権利外観法理っていうのは 虚偽の外観本人の奇跡性第三者の信頼というものをまあ要件として本人の犠牲の下で信じた通りの権利則を認めるものであるとでそこのところでついでにそこでとかいうそ,そしてぐらいでいいよそして、えーまあ、本人の奇跡性が小さいような意思外形非対応型の場合には、まあ、本人保護の必要性も大きいことから第三者を保護するためには善意無過失まで必要であると解するみたいなね、まあ、そういうことを一言書いて認定してあげると、まあ、本,件で本件ではですね、まあ、当てはめになりますけど本件では 意思外形非対応型じゃんということが言えてしまえばあとは A が善意無過失かどうかっていうふうなところを要求するんだと、まあ、いうことを導くことができますからであとは A の善意無過失については一応対象を書いといてねだからもう結論としては A が B が所有者 B が所有者であることにつき ここういういとですね、まあ、結論としては、えー、とこんな感じですかね、まあ、結論に当たるのはこういう感じです。えー、B が所有者であることにつき全員無であれば保護されるということになりますから、まあ、あとはもう結論をこのような形で最後に書いてあげればこの問題は解決ということになります。ではです、ね、少し、設問の2の方もちょっと触れていきます。 で今日のちょっと講義のところではちょっと今日は2問目ということになりますけど第4問、括弧にも、説問にも一緒にちょっと見ていきます。じゃあ、ちょっと正問にちょっと見ていきますね、ちょっと前半で少し時間かかっちゃってるところもありますけれども、ちょっとこの問題だけやっちゃいましょう。A は本件建物が B の所有でないことを知りながら C に対して、えー、B との賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの C はこれを拒絶した。 でその後 C が死亡して B が C を単独相続したところ単独相続したところ B は本件建物を賃借してから A がね本件建物賃借してから1年後に A に対し本件建物の明け渡しを請求してきました過去、えー、1番 A は B に対して問題文はこうだね B が C を単独相続したことを理由に本件建物の明け渡しを拒絶することができるかというのが過去一番の問題ということです。 じゃあちょっと設問の方をちょっと見ていきますけれども、2番の問題ですが、まあ事実関係としてはどんな事実関係だったかっていうと、まあ設問2の括弧1から見ていきます。まあ設問2としてはとりあえずこんな感じかな。まあさっきの図でいうと CBA で、まあちょっとざっくり書きますけれども、まあ賃貸借契約で C としてはまあこれはもう前提としても他人物賃貸借ね。え結局はまあ無権利者だったわけですね。えー。 でまあ、実際には無権限、まあ、他人物賃貸借って書いていってもいいし、まあ、結局は無権利者っていうことを使ってもいいけれども、少なくともまあ AB 間では別にこの賃借権を, A を有効に取得することはできないという状況で、でどうやら C っていうのが、結局はこれ、承諾しなかったんですよね、ついに拒絶してるんですよ。 で、もちろん、これ、他人物賃貸借とか、無権限であったとしても、その所有者である C が、所有者である C が追認すれば、当初から有効になるんですよ。一応、まあ、CF で書いておくけれども、ええー、と、まあ、まあ、いいかな。まあ、承諾をすれば、まあ、遡って有効になると、まあ、いうふうに考えられるわけですね。ただ、本件では、まあ、一応、追認を拒絶しています。ですから、他人物賃貸借の場合っていうのは。 一応追認の場合があれば最初からさかって有効な,有効な賃貸借契約が得られるということになるんだけど今回の問題文、ちょっと戻るとねえと今回の問題文では認めほしいと申し入れたものの C はこれを拒絶しているで拒絶した後に C が死亡して単独相続をしたという事案です。ということは次に追認拒絶したあに B が死亡して相続が発生したと。 で、すでこの時に問題文確認ね、えーと、A は B に対して明け渡しを拒絶することができるかという問題、で特に最初に論文書くときに、まあ、1回目の講義だからやっとくと、やっぱり前さばきです、前さばきとしては、まず出発点としてはですね、B が明け渡し請求してきた、なぜ明け渡し請求してきたのかという根拠ね。 これはもう端的に、あの、やってしまいます。えっ、ー、と、まず B. が A. に対して、なぜ明け渡し請求しているかというと。これはもちろん所有権に基づく明け渡し請求です。えー、まあ、所有権に基づく明け渡し請求ということになります。じゃ、あなんで B. は所有権を得たかって言ったら、当然これは。C. 死亡で。包括証券 ですよね、えー。自らが死亡したということですよね、えー、まあ自らじゃねえや C が死亡して、もともとの所有者の C が死亡して、まあ、相続によって包括承継したから、えー、私が所有者になったんだということから、所有権に基づいて、えー、明け渡し請求をしてくるということになります。でもちろんこれ、流れとしては同じような話で、じゃあ、それに対して A からはどんな反論があるかっていうと、おそらくは、まあ、AB 間の賃貸借契約、まあ、AB 間で賃貸借契約というのがなされてますから、 そうすると賃貸借契約に基づいたまあ占有権限の抗弁が出てくるで占有権限の抗弁についてはまあ B が A から再反論として出てきそうです、えー、もちろんこれはまあ B からしてみればあの賃貸借はあるよっていうふうに言ってるわけだけれどもですね、えー、当然 B の側からは無権利者だという話ですよね B は B は無権利者ですからえ B は無権利者ということですから結局は A の賃借権ないですよという話が出てくると思いますま。こここまででは言ってるるとわかるかなで でちなみに、ですけれどもここでまあ B は無権利者で A が賃借権を得られないという主張はあるけれどもあの一応、これについては簡単にまあ触れておくと A からはおそらくは何か主張が出てくるのかということになるんだけれどもおそらくはもうこれで終わりなのかなという気がするどうしてかというと、まあ、いつもだったらここで、ね、あの相続によって所有者と資格映像の問題が出てくるんですよ。 で言ってみれば所有者の立場と他人物賃貸人の間というのは,これはあれですもともと資格がそれぞれ C と B が所有者と他人物賃貸人だったのが、えー、相続によって包括承継して、まあ、言ってみれば同一時に帰属しているから、まあ、いわゆる資格併存説資格並存説に立って、えー、まあ言ってみればその追認権や追認拒絶権を相続するで相続したわけだけれどもおそらくは自分からその。 賃貸者契約を結んでおきながら追認拒絶すするることは審議に反するだから審議族でその追認はあの結局追認拒絶できないよみたいな話が出てくるんだよだけど今回の問題っていうのはもうですから C が前もって追認拒絶をしている以上はあの結局追認拒絶で C は確定してますから別段その議論が出てこないんですよ、まあ、ちょっとこれ一応 CF で書いておくのでよく出てくるのはもし C が追認拒絶してなかったらね C が追認拒絶をしていなかったら、あの、まあ、言ってみれば四角平存説で、四角平存説で C の追認ないしは拒絶権の、えー、を、要するに、B は、 相続しているで,、えー、とでそして審議則上を。というのがまあ一般的にありますよね。なぜなら、まあ、B っとまら、あ、今回賃貸借契約ね、えー、C 自ら賃貸借契約を締結していると。あ B かごめんなさい。 B が自ら賃貸借を締結しているという事情があるでしょ。いいよねだからまあこういうふうなことから審議則上追認拒絶できないよという話っていうのはこれは出てきてもおかしくないんだけれどもただ本件の問題だとやっぱり難しいのはまあこれについては本問ではあの C が生前に追認拒絶しています。 ということは従ってなので今回この話って出てこないんです。あのいつもだったらねあのちょっと今回の問題ちょっと特殊かなというところがあって。 あのいつもだったらなんか資格併存説の問題であの要するに「追認権追認拒絶権」というものが C の「追認権追認拒絶権」を B が相続してその資格が併存するんだとで資格が併存するんだけれども、まあ、B によって「追認拒絶すること」ってのは審議則上許されないよっていうことが有力な反論としては十分 A から考えられるんですよだけど本件ではそれがちょっと使えないんですよね、えー、なぜならば C がもうすでに最初にあの追認拒絶をしちゃっていますから もう要するに、もう生前に追認拒絶してますから、追認権、追認拒絶権というのは相続、この部分が違うんです、今回、本文では。本文ではこのように、追認拒絶権を B は相続するということ自体が、すでにここですね、すでに追認拒絶をしちゃっている以上は、この議論が出てこないので、問題としてはこれでおしまいということになります。 で一応説問の意図に沿って答えていくのであれば単独相続したことを理由に明け渡しを拒絶することはできるかでそれは多分できないってことですあの言ってみればこれが要するに説問の中心ですよね単独相続したことを理由として拒絶するのであればこれなんですよ。そのので、えー、B が C を単独相続したっていうことを理由として明け渡しを拒絶するロジックは多分これなんですよ。 いいよね、こ,れこれがロジックなんだけれども、まあ、今回はそれが使えないよねっていうことで、えー、問題としては明け渡しを拒絶することはできないという形で答えちゃえばいいかなというところです。 で最後に、ちょっと,にさらっとカッコ1の理由で明け渡しを拒絶できないとすれば A は B に対してどのような主張をすることができるかというのがカッコ番、まあ、ちょっとこの問題までやってちょっと休憩ということになりますがえ特にこれ問題文大ヒントがありますね。特に明け渡しを求めることができないとしても特に敷金返還を受けるまで本件建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるかということだからもうなんとなく問題文をするすると見たときにとりあえず留置権の主張をするんだろう だろうなっていうことはまあ、出てこないとまずいなっていうところです。えー、特にまあ資金の返還を受けるまでは本件建物の明け渡しを拒絶すると主張できるかですから、資金返還請求権を非担保債権とした留置権の主張の問題です。でそれとこの括弧2の問題、証紋括弧2についても少し、えー、こちらの方で。 さっっとやってしまいまいすが、まあ、2の括弧2ってことになりますが今回はまあもう C は出てこなくていいねもう C 死ん,死んじゃってるからねもう C はなくなっていてで明け渡し請求してるってことです、まあ、A に対して。でもうこの明け渡し請求をしていてで明け渡し請求に対して A がこの建物の明け渡しをどうやったら拒めるかって問題になります。まあ、そううすするとですねさま,ざまま拒む可能性っていうのは いろいろあるんだろうけれども問題文の誘導に従おうここはね問題文の誘導に従うんだったらまあ何らかの指揮金返還請求権を受けるまでは明け渡しを拒めるって言ってるからとりあえずまあ留置権がいけるかってことを聞いてますまあ留置権はいけるかってことを言ってますということは問題文としては295条2項はちゃんとね条文引いてほしいんだけれども295条をまあ引いていくと結局はこの 敷金返還請求権だね金請求権を非担保債権として敷金返還請求権を非担保債権としてえ留置権の行使ができるかという問題ですで。あとはここはもう言葉よくないけれどもチェックシートであったりとかまあいわゆる論点的なところの吐き出し一本です。これできないからね 大丈夫です、ね、担当でも問われるもので理由としては問題文622条、まあ、条文ちょっと引いておいてください622条の2の1項1号です敷金返還請求は明け渡し時にしか発生しませんからねですからまず結論としては非担保債なり得ませんなぜならば622条の2の1項1号で敷金返還請求は明け渡し時に発生します。 まあ一般的には明け渡し事実とか言われてるやつな、一般的には敷金返還請求権というのは明け渡し時に発生することになりますから、そうするともう結論としては、A 占有中は未発生です。ということは、A 占有中は未発生ですから、そうすると結局、非担保債権はそもそも存在しないんですよ。 えー、非担保債権、そもそもありませんので、えー、この問題、えー、留置権の抗弁は言えませんということを書けばいいということになります。で,で実は、ね、この問題これで終わりって言いたいところなんですがあの非担保債権もう1個考えられますねこの問題あのヒントは他人物賃貸借で資格併存してますよね、この問題って。あの一応、非担保債権として考えられるものとして B としてはさっきの資格併存説からすると、まあ、追認拒絶はもう確定してるよね。 資格併存説からすれば、まあ、今回、他人物賃貸、は、まあ、正直、他人物賃貸借というと、他人のものですという風なことを分かって賃貸するのが通常、他人物賃貸なんですよ。これ、他人のものを貸すよっていうで、今回のものは自分のものと偽ってるから、まあ、少し厳密には、ちょっと他人物賃貸って呼ぶのはちょっと、あの厳密にはちょっと難しいところはあるんだけど、要は今、人のものを賃貸したわけですね。で、人のものを賃貸していて、そうすると、他人物賃貸の当事者、ごめんなさい、他人物賃貸にしましょう。 残ってるからね資格併存説っていうのは、まあ、言ってみれば追認権追認拒絶権も承継するし追認権追認拒絶権本人の持ってる追認権追認拒絶権を持つのと同時に無権代理の議論だったら無権代理人の責任も承継するでしょあの残るでしょ併存するでしょ。 だから要するに資格併存説の場合には無権代理人の場合だったら無権代理人の責任117条責任と追認権、追認拒絶権が両方併存するって考え方を取るから今回の他人物賃貸の場合も同じで C の追認権、追認拒絶権を相続するのとともに気いいた人はすごいですごで結局、他人物賃貸人としては B っていうのは債務不履行責任を負ってますからね。 ごめんなさい B は、債務不利行責任ありますつまり今回は、敷金返還請求権をもとに、留置権を行使することはできないけれども、一応、こういう感じで、B は A に対して、損害賠償請求権を持ってます。 つまり資格併存説からすると他人物賃貸人としての415条責任が発生していればこれはもちろんこの賃貸に基づく債権ですよね。その賃貸借の目的物であるこの建物に対して生じた債権だからもちろんこれは295条1項の成立っていうのは認められることになりますので一応今回の問題は2つの請求権があり得たってことこなんですよ一応敷金返還請求権はまあ無理としても 2で債務不履行に基づいた損害賠償請求権を非担保債権とすることこれを非担保債権とすることはおそらくは権連性に特に問題ないので。 あの今回の問題は、指揮権返還請求権では留置できないけど、損害賠償請求で留置することは十分可能、これは先ほど触れましたけど、この B の資格併存説考えれば、B っていうのは、言ってみれば相続が発生したとしても、他人物賃貸人っていうね、賃貸借契約の当事者たる地位はそこで併存してるんで,で、その中でその人は責任を負うんですよ、やっぱり。で、そうするとここでもう問題終わりっていきたくなるんだけど、最後にちょっと考えてほしいこと、損害賠償請求の発生原因は どうしてこれは損害賠償請求になるんですかねっていうことです。考えたら他人物賃貸借においては言ってみれば使わせるとか本人の承諾を得るということがその債務になりますよね。いいよね。いいここはちゃんと押さえてね。債務不履行っていうのは結局 A は B に対してどんな請求権を持ってたの ?A は B に対して主要収益を求める 請求権を持ってるんですよ。で、一応、他人物賃貸借においても。まあ、同じようにですね。他人物賃貸借においてもえー、まあ、559条が準用する。561条でおそらくこの権利は認められるんですよ。あのこれいいね。559条っていうのは？ あの売買契約の規定は優勝契約で順用しますからまあ賃貸借契約においても売買契約の規定で順用されるんでそうすると561ってというのは他人物売買の規定ですそうすると他人物売買においては責任を持って所有権移転させる義務があるわけ他人物,にいいよね他人物売買があったら責任を持って所有者からちゃんと所有権を得て他人物買い主に移転させろという義務があるんだから賃貸借も同じです他人物賃貸借が締結されたんだったら責任を持ってその他,人物他人物であったとしても承諾を得て使用収益させると。 いうことですよね。所有者からの承諾を得るなりして使用収益させるという義務が B にはあるんですよ。でということは逆に A からしてみれば A は B に対してそれで要するに C か,ら C から承諾を得るなりして使用収益をさせるということを B に対して請求する権利があるわけでしょ。で、それが C の追認拒絶によって履行不能になったということを認定してください。あの C が追認拒絶してますよね。これが C の 追認拒絶により社会通念上を履行不能になったんだとで履行不能になったからそれに対する損害賠償債権が発生してるんだからねいいかなあの結構ねこの辺のところはね民法を始めたばっかの人はあの結構軽視しちゃうところがあってとりあえずなんか 債務不履行の損害賠償請求権が認められるなんていうことでね、えー、書いちゃう人はいるんだけれども少なくとも損害賠償請求っていうことはいかなる債務がいかなる債務不履行になってるか。 そこを書かないと始まらないのでそうすると今回の問題は A が B に対して損害賠償請求することができますよとでこの損害賠償請求権を非担保債権として、えー、この建物を留置できるんじゃねえかということはなんとなく、ね、最後出てくるんだけれどもじゃあこのそもそも415条で債務不履行の対象となった債務というのは何なのかということです。それれれは先ほど触れたたりあ、ごめんななさい、あととちなみに条忘れとった、えーとまあ 1> 1条、まあ、賃貸借契約においては使用収益させるというのが、ねえー、その請求権としてありますから、えー、賃貸借契約については使用収益させろという請求権があってでこれは他人物賃貸借でも同じで責任を持って、B、A は B に対して俺に使わせろという請求権を持っているわけですよで。この請求権というのが結局、所有者が追認拒絶することにによっって不可能になったわけですでこの追認拒絶によって社会通念上、利行不能になったでこの利行不能になったことによってこれが債務不履行責任の発生源になっていると。 まあいうことをちゃんと言っておく必要があります。だから、これが415条1項に繋がってくるということです。で、そこまで言えてしまえば、この問題はまあ十分かだと思います。あのまあ、個人的には？ 個人的にはです、ね、この2番の問題は明け渡し請求権に対してどんなふうに明け渡しを拒めるかという問題で、まあ、誘導上留置権ということはまあ明らかに見えてくるところなので設、えー、問としては敷金返還請求権非担保債権としてやれますかということはまあ確実に答えなきゃいけないんだけれども、えー、その他まあ正直、この問題気づきにくいかなと思ったんだけれどもあの少なくともなんか相続が発生しているでしょ、この問題。ここで 2番の問題はここでですね一応他人物賃貸借で一応相続が発生しているからいわゆる無権代理と相続ののの議論の応用みたいの始まってんだよねあのよくあるのが他人物売買の売り主と要するに本人だよね他人物売買の売り主と所有者が相続により一致した時には資格改存するじゃんっていう議論あるじゃん。 そその議論をおそらくは今回賃貸借ででやってるだけでしょ、まあ、あの通常だったら他人物であることをなんかつ伝えた上で契約を結ぶなんていうのが一般的な事例ではあるんだけど、まあ、今回はちょっとそのようなあの感じではなくて B が自分のものとしては売ってるけれども、まあ、事実関係としては非常に似てます。事実関係としてはまあ他人物であることを前提に賃貸しているっていう状況とそんなに変わらないので、まあ、そこら辺のところをも応用していけば、まあ、結局は。 この資格併存どこで使うんだろうみたいなことをね、ある程度考えていくことになると思うんです。あの、特に括弧1番だと、この資格併存説による審議則の問題っていうのが、まあ、あのあ、明らかに使えないじゃん。もう一番最初に追認拒絶しちゃってるから、追認権、追認拒絶権が相続するよっていう議論は、まあ、2の括弧1でも使えないってことになってるから、そうすると、この、 B の,ね、B の債務不履行責任というものが併存しているということをどこかで使うんだろうなということをある程度なんか想定しておくと、まあ、この問題は解けたのかなというところです。そそううすするるとと えと2の括弧2についてもなんとかえ対応できたのかなというところです。はいということでちょっと前半ねあの少し最初あの講義の進め方等がありましたのでちょっと長くなりましたが、えー、一応、設問の3と設問の4について学習を進めていきましたで今日はまあ初回なのでねあの一緒に考えながら進めていきましょうということになりますが、まあ、あの大体予習するときにはここまでがっちりはなくていいからね、まあ、多分こんな感じかなぐらいなところさえ頭に入っていれば問題ありませんので、えー、しっかりと,えまあちょっと後半もね進めていきましょう。で後半はですね第 7問、第9問、第10問という形でね、問題の方を進めていきますので、えーまあ、引き続きね、休憩後に進めていきます。はい、じゃあ、それでは一旦ここで休憩します。はい、じゃあちょ でですね、引き続き第,問題ですけど第4問まで扱いましたのでそこから先の問題、第7問等の問題に入っていきますが、えー、と少しです、ね、あの1点程度補足がありまして先ほどの第4問の留置権の問題ですけれどもあのそもそもこれ他人物賃貸借で占有権限がない人でしたよね、もともと。 ということは、そもそも占有が不法行為によって始まったものだから留置権の主張ができないんじゃないかっていう話も一応はまあ問題として出てくる可能性があります。えー、先ほどの第四問の問題っていうのはあ失礼しました。えー、第四問ですね。 第4問の問題というのはこういう問題だったわけですがそもそも BA 間の賃貸借契約というのはそもそも他人物で、C、所有者 C の承諾がないから、まあ、そもそもこの A の占有というのは不法占有だからこの留置権の主張するにあたってはそもそも295条2項の条文によれば占有が不法行為によって始まった場合には、えー、無理だよよって話がありましたよねで一応これについてはひ一言だけ触れておくと一般的には不法行為によって始まったってことは不法行為って濃い過失が必要なんですよ。 えー、つまり、その占有取得について不法行為が成立するためには故意または過失が必要になるので今回の問題ではおそらく A はこの賃貸借契約を結ぶにあたって故意過失があったとっいうのはなかなか難しいのかなって気がする、えー、なぜかといったら B が所有権登記を持っていてでそれでまあ一応賃貸借契約を有効に成立させていくわけだから、まあ、なんとなく故意過失があるというふうに評価することは難しいから、まあ、一応295条2項の賃貸借みたいなもの295条2項で その不法行為で始まったもんだから、まあ、この、えーとえー、と留置権の主張というのはちょっと難しいよというのは、今回は、まあ、それは当たらないかなというところです。であとはちょっといろいろと細かいところになりますけれども、あの基本的にはさっき415条の。まああの 請求権の問題で、こういう請求権書きましょうっていうね、あ請求権、ごめんなさい、415条1項で債務不履行になった時には、その不履行になった債務をしっかり書いていきましょうってやりましたが、まあ、一般的にはこれ、債務不履行の他の要件みたいなものについても、あの損害とか因果関係とかね、あとは債務者の奇跡性、これ、正し書き要件になるけれども、債務者の奇跡性とか、415条の発生原因になるような要件については、実際に答案を書くときには端的に書いていく。 まあ要件を満たさないと責任発生しないからあの一応今回はこの債務不履行の事実だけになってるけれども債務不履行の発生要件っていうのは債務不履行の事実損害相当因果関係たる因果関係そしてただし書きで債務者に奇跡性があること。厳密に言えば あのですね、債務者に奇跡性がないということが債務者側から立証されないことということになるけれどもあのそのあたりの要件は一言書いておくと、まあ、一応いいのかなというのはありますので、まあ、答案構成で全部書いちゃうと本当にきりがないのでそこは実際、答案に書き起こしていくときには意識しておくといいと思いますでは、それではですね今日第7問いきましょうかね、第7問の問題、まあ、こちらはまあちょっと法科大学院の問題ではありますけれども、しっかりと点数というかね、あの解けてほしい問題かなというところ。じゃあいきましょう第7問 A 所有のコーチについて AB 間で売買契約が締結され B は代金を完済して引き渡しを受けたが移転登記がなされなかったでその後 B は高土地上に建物を建てて居住しています、まあ、とりあえず今回は売買の目的物は建物ということになりますあ、違う土地ということになりますね土地についてできていてそして飼い主である B は建物を建てて居住していますそして引き渡しから5年余り経過した後 A がコーチを C に売却し C への移転登記がなされ C は B に対して建物宗教土地あけ渡し請求をしている、まあ、この請求が認められるかというのが括弧1番ですで括弧1番は、まあ、言葉良くないけどこれはあの丁寧に書いていく問題ね、まあ、問題文ちょっと見ていくととりあえず AB 間でまあ公土地の場、まあ、これは設問1ですね AB 間でまあ売買契約が締結されているということですよねで売買契約が締結されていて、まあ、代金完済引き渡しを受けたということは一応この この土地というのは一応 B、C、が, B がせあのもう引き渡し受けていますで。ただし、登記は A のもとに残っている。で、この上で、この目的物の上に B が B 所有建物を上に建てているということです。まあ、一応、土地の売買契約が成立しているんだね。 でその後、引っ越しから5年余り経過した後ということになりますから、この1としましょうか。で、この後に A は高知を C に売却して登記がなされた。ということは、単純にと言っちゃいけませんけれども、20譲渡プラス、えー 二重という問題ですということは C は B に対して建物宗教土地開発請求をしているけれどもこれが認められるかって問題ですからあのこの問題結構ねよくできた問題で今までの民法の問題で二重譲とは登記先に取った方が勝ちっていうふうに書いちゃうと全く書けないよね。 認められるか当期先に取ったから C が所有者だからもう終わりってことになっちゃうんだけどあのそれではこの問題成立しないからあのきちんと177条条の条文構造をちゃんとと踏ままえてて、えー、書いていくことが必要になりますそうすると問題としてはやり方ねもう習うより慣れろでまず一番最初の問題とりあえず C が B に対して建物宗教土地明け出しを求めているわけだからまず C が B に対して請求する根拠をまず書いていこうよとでそうするとまず一番最初は、えー、当然これ所有権に基づくですよね。 えー、所有権に基づく、えーまあ、建物宗教明け渡し請求をしているわけですから、まあ、今回、建物宗教はちょっと省略して、まあ、明け渡し請求ということにしましょう。そうすると、所有権に基づく明け渡し請求をしています。いいですよねでただし、えーまあ、今回、回答例とかは結構、ね、ごちゃごちゃと書いてあるんだけれどもあの基本的にはあの一応、もう 本来だったら B の側が、えーまあ、言ってみればね、まず、あ、らも買ったよということを言うわけです、本当はね。えーまあ、C は B に対して明け渡しを求めるで、B としては私も A から買ったんだよということから対抗関係に立つと、まあ、いうことを B としては主張するんだけれども、ただ、B からその主張が出てきたとしても C は結局は登記がなければ対抗できないわけでしょ。 177条で登記がなければ対抗できなくて、逆に言えば、177条というのは、登記をすれば、第三者に対して対抗できるということになりますから、そうすると、一応、あれですよね、C が B に対して明け渡し請求をするのは、基本的には、あれですよね、C が登記を取っているということを言う前に、まず B が C に対しては、AB 売買があります。AB 売買がありますから、そうすると、B と C っていうのは、 対抗関係に立ちます、えー、どうしてかというと一、まあ、B と C というのは、まあ、互いに177条の第三者に立つんですよね。えー、つまりお互いに所有権を主張し合う関係ということになります。まあ、177条の第三者ということになりますけれどもこれはちゃんと定義書いてね。 第三者ってどういうものだったかというと当事者および包括承継人以外のもので,ってやつです、ね、当事者および包括承継人以外のもので当期の献血を主張する正当な利益を有するものということですよね。そうすると、まあ、一応 C から B に対しては所有権に基づく明け渡し請求があってで B としては、まあ、一応 AB 売買をがありますから自分が所有権を取得したということを主張した上えで、まあ、B と C が対抗関係にあるということを主張する可能性はあります。 で、それはなぜかって言ったら、互いに、あの、まあ、第三者に当たると、で、これは。一応ね、B. と C. の、B. の。まあ、所有権と、まあ、C. の所有権っていうのは、これは、まあ、相入れない関係に立ちますからね。 まあちょっと書き方難しいところにはなりますけれども、まあ、言ってみれば177条の第三者に当たるということですからそうするとまあお互いに B, の B は A から買った C も A から買ったとっいうふうに主張し合っています、まあ、この所有権に基づく明け渡し請求、まあ、ちょっと書き,書き漏れちゃったんだけど C の所有権に基づく明け渡し請求もとりあえず所有権の取得原因は AC 売買ですから。 所有権の取得原因が AC 売買ですから、まあ、C も B もいずれも A から買ったっていう主張をするわけですから、まあ、それぞれ B の所有権 C の所有権は相入れない関係に立っているから、まあ、お互いに第三者の関係に立っているっていうことをまあ C は B として主張するっていうことはあり得るけれども当然のごとく C は B に対して主張するのは結局対抗要件取ってますからね、えー、まあ C としては C というのは登記を具備していますから、まあ、確定的に所有権を取得ということです。でそれについてで結局 B は反射的にまあ所有権を喪失するんだと。 ということがまあ再反論と出てきちゃうのでまあこれでまあ基本的には C の主張は通るよということで終わりますですからまああの書き方としてはというよりはまず C が B に対してまずは所有権に持つけ合って制御するでまあ B としては対抗関係だって主張はするんですよね、えー、まあとお互いに対抗関係だって主張にはなるんだけれどもあの C が登記取っちゃってるから結局ダメですと <laughs> まあいうことになりますのでこの問題はなんかそれで終わりかなというところですでただこれってねあの一応もう一つこれルートがありますよね あのここについては B が対抗関係に立って第三者に立つんだということはあるけれどもここでまあ注意してほしいのは C がが配信的悪意者の可能性がありますそもそも C が配信的悪意者であれば、まあ、本来だったら特に C に配信的悪意性がなければこれだけの話です。C から所有権に基づく明け渡し請求があってで B としてはまあ自分も買ったっていうわけですよ。 B としては自分も勝ったっていうことになるということは対抗関係に立つんだけれども C が先だって投機取ったからもう C の勝ちっていう感じで終わっちゃうんですよ。ですよねですが、まあ、問題文として考えられるのは今回事例としてはあまり書いてないんだけれども C が例えば配信的逆位者とまあ場合であればそもそも C は第三者に当たりませんから。 C は第三者に当たりませんよね、177条の第三者に当たりませんから、そうすれば結局 B としては AB 売買による所有権取得というものを、登記なくして C に、まあ、一応このルートは十分あります、まあ、AB がまあ所有権取得してますから、一応ね、不完全物件変動説に立つと、二重条って可能なんだよね。 AB 売買によって B は不完全な物件変動 C も不完全な物件変動を持つっていうのが二重譲渡の構造ですで不完全物件変動説に立つとお互いに不完全な物件変動を持っていてどちらかが第三者に当たるものが確定的に登記を備えればその人が所有者を取るよっていうのがこちらのメインルートってことになるわけだよ、ね、でこのメインルートはあるんだけれども最もこのパターンがあり得ることを忘れないでください C が配信的役員者の場合にはそもそも C は第三者に当たらない、まあ、配信的役員者排除論っていうのが判例の立場ですから となると、まあ AB, えー、AB はあ、ごめんなさい、所有権、ごめんなさい、えー、C は第三者に当たらないから、まあ、B としては、この AB 売買で所有権を取得したことを理由として、あとはもう登記なくして、B は対抗することができるというルートがありますので、一応こちらのルートも忘れずに、えー、検討はしておくといいかなというぐらいでいいと思います。よろしいでしょうか。なので一応証文1については まあこのような形を持っていけばいいけばですで一応このように配信的なじゃったら明け渡しに応じなくていいよということになりますね、えー、明け渡しを応じなくていいですがただ、これ話終わってないの分かりますかね明け渡しの請求は認められるかだけど所有権の話っていうのは今出てきてるよねでじゃあもし仮にです、ね、これ、かっこ1番の問題っていうのはちょっと書いちゃいますけれどもかっこ1番の問題ですけれどもまずこれはよく出てくるルートなんで押さえててあて大きな骨組み書きます。 この文章で言うと C の B に対する今,今やったのはこれなんだよ、C の B に対する、まあ、所有権に基づく明け渡し請求ですよね。えー、所有権に基づく明け渡し請求で,で、これに対しては、おそらく明け渡しで所有権がないってこと、まず B としての争い方っていうのは、まず一つ目の考え方としては、まあ、C の所有権なし。 まあ所有権なしとか、もしくはまあ B のえまあ所有権、いいかな、これ、なしって書きましょうか、C の所有権なしとか、B の所有権ありの反論というのがまず考えられるんだけど、これはちょっと難しかだっ,ったよね、どうやらまあ C の所有権がないよっていうことについての反論はどうしても通らなさそうだと、まあ、さっき言ったけど、配信的悪意だったらいいです。 C が配信的悪意者だったらもう配信的悪意者に対しては別に登記なくて言えるけれどもまあちょっと難しいとなぜならばまあ登記がまあ C 登記があるんでこれはまあ無理だろうと。次何がある気づいてほしいやつおそらく二重譲渡だから認められるかは別として留置権の主張、えー、これは一応触れときたい。 えー、留置権によるまあ大体、これはね忘れちゃいけないって問題でとりあえず明け渡しが認められるかって言って所有権に基づいて明け渡しでも賃貸借が終わったから明け渡しでもとりあえず明け渡さなきゃいけないような状況だよってところで終わらないよね。 もし仮に何らかの請求権とか持ってるんだったら留置権行使して明け渡し拒むっていうルートがありえるから本件ではそこの部分を忘れないようにしておく必要があります。まあ、今回はこの括弧1番で一応一っていうふうに書いておくけれどもこの大きな枠組みとしては一応ごめんなさいね一応こういうふうな枠組みが考えられるよっていうことはちょっと見ておくといいかなと思うんですよ。だからちょっとまあ触れておくと二としては留置権どういうふうに考えられるかっていうと 一応認められるかどうかっていうのは判例上認めてないけれども、とりあえず B は A に対して損害賠償請求を持ってますよね。だって二重条渡で C が確定的に所有権を取ったということは、A は、A に対してその売買契約の登記移転請求権が履行不能になったことに基づいて損害賠償請求できますから、この415条の損害賠償請求権を非担保債権として、あ、ごめんなさい。 非担保債権としてなんとか留置権を主張するということは、まあ、一応あ,のあり得るというか、ね、考えるべきかなというところですとりあえず、ね、判例で結構重要な問題なのでえ念のため書いておいた方がいいという形なので二って書けとしますけれども、まあ、一応こういう形で、まあ、C からとりあえず明け渡し請求を受けているとで B としてみれば、まあ、これをちゃんと書けばいいわけですよ。 この非担保債権になるかってことを書いておけばいいんだけどここで生じてる債権っていうのはさっきもやったけれども415条の債権だから何が履行不能になったかをちゃんと書いてねつまり B は A に対して売買契約だから登記請求権持ってるんですよえ条売買契約においては560条かな <laughs> え売買契約がありますので 560条に基づいて、えー、登記点請求することというのが認められているよね。いいですかね、えー、ということは、この登記請求権があったわけだけれども、この登記請求権というものが C の登記グビによって社会通念上履行不能になったということです。 まあ触れてておきましょう、まあ、社会通年上不能になってるよねとだからここで債務不履行に基づく損害賠償請求権があるからこれを非担保債権として留置できねえかという問題ですでただこれ、判例がありましたよね、あのこの415条は非担保債権にならないというやつね。 あのどうしてかというとこれ条文の確認になりますけれどもあの留置権というのは結局は非担保債権の弁済を留置によって心理的圧迫を加えることが目的なんですよねその趣旨にあるとだから別にこれ別にさ心理的圧迫の関係ないでしょ例えばその B が A に対して例えばですよ非担保債権を弁済するまでは明け,あの明け渡さないっていう留置権を行使しても別に A がビビるものでも何でもないよねいいですよね え別にあのこの非担保債権の弁済ですよね、この言ってみればこの B が留置権を行使して、この非担保債権が弁済されるまでは C に対して明け渡さないっていう留置権を主張しても、別に A が明け渡し求めてるわけではないから、A が別に明け渡しを求めてるわけではないから、別に非担保債権の弁済を促すとか、心理的圧迫を加えるって関係がないので、これは、権念性なしとされるのが判例だよね、これはね。 で特にあの忘れてる人は確認ですけど債権と物の県連性っていうのはどういうふうに定義されるかっていうとつまり非担保債権の債務者と引き渡,、ねえー、<laughs> 渡し請求する <laughs> 引き渡し請求権者が一致する場合の債権ってことになりますから、まあ、今回の問題はちょっとまあ先に書いちゃいますけれどもこれ一応まあちょっと書いちゃうけど判例では <laughs>。 えと債権と仏の、まあ、判例では債権と仏の権利性ないですよね。えーまあ、理由づけも一応今回はちゃんと書いておくと非担保債権の債務者と引き渡し請求権者。<laughs> これが一致してないんですよね、えー、非担保債権の債務者が今回は A で、えー、引き渡し請求権者は A ではないのでそうすると債権と物の権利性はありませんから結局は留置権っていうのははこれれ認められないわけですよね、えー、留置権の主張は結局認められないと <laughs> まあいうことになりますので、まあ、とりあえずこれ書くかどうかっていうのはあの状況によるんだけれども、まあ、二重譲渡の場合に明け渡し拒めるかといった場合には一言書いといた方がいいかもしれないね。 あの結局は、所有権の帰属については白黒ついちゃってるわけですよ。今回は、配信的悪意者でない限りはね、今回は C が配信的悪意者ということでない限りは C が所有者であるということについては、もうどうしても争えないから、B としては争うとしたら、今度は留置権で明け渡し拒絶できるかっいう話になるんだけど、今回あるとおり、この415条に基づいた損害賠償請求権っていうのは、判例上は、今回、明け渡しをしているのは、明け渡し請求しているのは、 B で C ですから、明け渡し請求しているのは C ですから、まあ、この非担保債権にはなりえないということですね。ですから、明け渡し拒絶については、やっぱりこれはまあ判例上認められないよねと、まあ、その辺だけ書いておけばこれでいいんじゃない、まあ、一応判例ですね、非担保債権足り得ないと、まあ、いうことになりますので、これをまあ書いておけばいいです。じゃあ次に、括弧2番の問題を見ていきます2番はちょっととガラッと変わります。<laughs> 1>, だから1番としては明け渡しを拒める請求は認められるかだけど、まあ認められるんじゃないっていう感じですよね。C が配信的悪意者じゃなければ OK という感じになりそうです。では次に、ね括弧2番の問題の方を見ていきますと、括弧二2番、こんな感じです。問 C はスーパーマーケットを営む会社であり、高知の売買契約はその買収担当の D が付近一帯の給料が宅地造成されて、そして、高は、え。ー 格好の店舗用地となるものと判断して倍近い価格で締結したんだけれども実際にはそのような開発計画はなかったものとするということですね。でこの場合の AC 間の法律関係について論じなさいという問題ということになりますかねそうするととり,あえずあの、まあ、とりあえず AC 間のということだから、まあ、B は今回無視しちゃって構わないということね,番あの2番はね。ということは一応まあ AC 間でまあ売買契約をまあこう結んでいると。 でまあ、法律関係を論じなさいとうう言っているわけだからそうするとこの問題文の中で初めて今日出てきたかなあの法律関係を論ずよって出てきた場合には A が C に対して何を請求できるか、えー、逆に C が A に対して何を請求できるか、まあ、つまりお互いに何か請求できるものがありますかってことを聞いていると思ってください、えー、法律関係を論ずよって言われた場合にはね、まあ、そうすると、まあ、一応、現状でどういう,ふうな形になっているかというとととりあえず金払っているんですよね。 えまあ一応、これ、代金がもう受領済みで、代金が済んでいて、こっちはもう登記がまあなされているという、こういう状況ですで。引き渡しはまあ B が持ってるっていう状況ではあるけれども、おそらくはこれ、主張するとしたら、C 側からの主張しかないよね。 あの別に A としては代金受け取って投機移転済ませてるから特段何も A は C に対して請求することはないと思うんですよね。で C としてはとりあえずなんとなくこの話だよねあの倍近い価格で買ったんだけれども実際にそのような開発計画はなかったということになりますよね。で,でまあ用地買収担当者がここはもう宅地造成されるんだという形の契約締結をしたけどそれがなかったとすればおそらくはま取り消したいよね。 取り消したいよねっていうことになりますので、まあ、通常は昨後取消のの検討になるのかなるかと思いますこの売買契約、まあ、問題文見ての通り売地改革でわざわざ買ったけれども開発計画がなかったっていう状況になりますからおそらくは何を請求するかで取り消すっていうのは答えじゃないからね取り消して代金返せまで書いてねいいよねこれはあのとりあえず C から A に対する請求としては考えられるのは まあ一応もう売買契約をまあ取り消した上で現状回復ということになると思います。ですから、ちゃんと書いてほしいのが95条1項2項の錯誤取り消しで取り消したら、あとここで慣れるまでは条文引いておいて取り消したら121条で無効無効なものは返せと言えるなんです。一応このの流れっていううは条文書けるよにしといてて ええ九十五条一項で錯誤が取り消されますで百二十一條で取り消された行為は無効となりますで無効行為で給付を受けた場合には現状回復の義務が生じますっていうのがこれが百二十二条の一項でこれがあの今回のメインですえ現状回復請求ですまあつまり代金返還ですねえ代金返還請求をしていくことになりますでこれはですね。 あの？いわゆる。なんかインプット型の問題とかで問題演習をやらないとあのここの流れ書き忘れちゃうので、とりあえずなんか機械的にね。取り消したら121へ121条の2の1項っていうのはまあ、これかけるようておくといいです。で、今回この95条1項2号の錯誤取り消しが認められるってことを、えー、まずは認定。できればこれはいいよね。で、おそらく反論はいくつかあるけれども。 ということは動機の錯誤いわゆる動機の錯誤についての要件を確認していくとそしたら条文95条1項をまあ見ていくとそうすると95条1項の条文っていうのは、えー、と法律行為の目的およびまあ要件としては、まあ、ちょっと省略しますけど法律行為の目的とか社会通念に照らして重要なものであることですよねでここは要件全部書いていきましょう 重要なものであることそして95条2項にあるとおり基礎事情についての認識が真実に反する錯誤、まあ、いわゆる動機の錯誤だよねああごめんなさい、まあ、これはもう分かっている人は書く必要は特にないですあの要件としては基礎とした事情があごめんなさい、えー、と認識に反するですねニン、えー、とかなってますね 認識に反する錯誤、反する錯誤があって、そしてはい、えー、動機の表示が必要ですよね。えっ、ー、とこの基礎事情の表示。 えー、というのが必要になります、まあ、これは95条1項2項の錯誤のまあ一般的要件ってことになりますよねで。もちろんこれ重過失がないことっていうのも要件にはなってくるんだけれどもあの一応ね確認されてるけれど確認するとあれだけど重過失の時には取り消すことができないって条文だから反論から出てきます。いいね、あの重過失だったら取り消せないよっていうのが95条の3項にあるけれども基本的には錯誤取り消しを主張する側としては、まあ、95条1項の柱書きの えー、法律行為のにとって重要なものであると、そしてこれが動機の錯誤であると、そして基礎事情が表示されていることが認められれば錯誤取り消しができますから、今回これを具体的事実関係から当てはめていってください、そうすると、重要なものってどうしてですかってこと、これちゃんと具体的に書いてね、あの例えば今回の錯誤については何を錯誤しているかというと、あの 店舗用地ですよね。スーパーマーケットを営む会社が店舗用地になる場所が価格が上がるんだみたいなね。あ、ごめんなさい。あの、宅地造成されて店舗用地になるということは、それは非常に重要な意味を持ちますからね。えー、つまり、今回の問題で言うと C っていうのがスーパーマーケットを営んでいる業者であって、 そそしてそこの場所ですよねスーパーマーケットを営む会社で店舗用地というものを探していたということであればその用地というものが結局お客さんが集まるかどうかとということは極めて重要な意味を持ちます。ですからそこら辺のところをちゃんと具体的に書いてねつまり、まあ、これはもう落書きじゃないけどねさっと書くけど、まあ、スーパー会社スーパーマーケットの会社ねスーパーマーケットの用地、えー、買収ですよね。 収ななっているごめんなさい用地買収ですよね、えー、スーパーマーケットの会社の、まあ、用地買収をする側からすれば結局集客性ですよね集客性の高さというのは当然、重要な意味を持ちます。つまり、宅地になるかどうか、まあ、集客性の高さというのは本件でいうと結局はまあ宅地。 その宅地造成予定でであるととということですもうこす端的に言っちゃうと、えー、本件が宅地造成の予定地であるということは、まあ、集客性の高さを基礎づけるから当然重要な意味を持ちますそして基礎とした事情が認識に反する錯誤これは問題なく認められるよね、えー、実際にそのように宅地造成がなされるというふうに認識したんだけどそれはなかったということを書けばいいですこれは問題文の事情を引用してください その,要するにそのように信じたんだけどそのような事実はなかったとっ言っちゃえばいいで、えー、おそらくこれ基礎事情の表示については本件では明らかではないえところですけれどもまあ基礎事情の表示があればいいんじゃないのっていう感じだと思います、まあ、一応基礎事情の表示については本文であれば分かりませんけど一応これ判例上は目次でも OK というのがありましたよね。ということは基礎事情の表示これが。 えま、これが認められれば問題はないかなということになります。まあ、だいたい。これはこんな感じでいいのかなあ。ごめんなさい、うん。すみません。ちょっと問題文違う方行っちゃった。えー、っとこちらですね。えー、っとこれがまあ、あの言えればオッケーかなぐらいなところです。で、ただね。一般的にはあのー？ ちょっとわからないけれども用地買収担当者が買いに行っているってなると大体は目次の表示があると考えられますね通常不動産の売買契約するときにこの人っておそらく C マーケットかなスーパーマーケット C の用地担当買収者という肩書きでおそらく取引に応じているはずですですから通常はということはスーパーマーケットの用地買収であることは目次的な表示というのがあるのが通常です。 なので、まあ、認められれば OK と一応問題は書きましたけれども、まあ、通常は、まあ、例えば D というのが買収担当者として交渉しているということになれば、まあ、通常は目次の表示ありです。 まあ一応、ね、一般的にはということになります <laughs>、はい。ということで一応これがかけていれば問題ない、まあ、D というのはスーパーマーケットの従業員ということになります。であとは、ね、ちょっと細かい話は後でやるんだけれどもあのこれ D がやってますよね、一応ねあの D がやってますけれどもあの一般的にはこれは D というのは C の代理人としてやっていると考えられます。 あの一応ちょっとすごい細かい話になってるけど厳密に言えば一応厳密に言えばおそらく C が D に対して代理人として用地買収の代理人やってるんですよ。でおそらく D と A との間で売買契約を締結していてこれを95条1項2号を取り消ししようとしてるんだよね。ということはあの念のため確認だけれども民法では代理人基準ですよね。 作語の取り消しとかは代理人基準になります。えー、まあ条文で言うと百一条一項ですよね。えー、ですから別にこの作語取り消しについては一応この人が代理人であるというふうなえことを一応書くならば、えっとごめんなさい。百一条一項でまあ代理人基準ということになりますから、まあ D に。 まあ一応念のため書きたかったら書いておいてねって感じです、これは。まあ、書きたかったらというぐらいでちょっとまあ簡単なコメントっていう感じになっちゃうけれども多分まあ一応こういう法律構成なんだろうね。一応 D っていうのは一応代理人だから。 えまあ代理人が行った売買契約っていうふうにまあ構成すればね代理人が行った売買契約を錯誤で取り消すんだっていうふうに構成するとまあいうことであれば101条1項っていうのは代理人基準で決めますからねこの錯誤の取り消し認められるかっていうのは代理人に決めますからまあ結局は代理人である D に錯誤があれば C によって取り消しができますよねっていうまあことになるんだと思いますなのでまあもしちょっとね一言書くのであれば最初のこの段階ですかねえこの C から A の錯誤取り消しっていうのは一応 D と D いうのが一応代理人であると。まあ、こういう感じで前提に書いておくことになるね。95条1項2号の錯誤取り消しというのは、一応 D の錯誤を理由に C は取り消すことができるということは、一応こういうこの理屈ですよね。この理屈を使っているということになります。じゃあ話ちょっと戻します。そうすると、これによってだいたい えーと法律効果としては、錯誤取り消しの主張が一応考えられてで、あとはそれに対する反論ですね、まあ、A からの反論は典型的なものが1個ありますよね、えー、重過失という話です。まあ、これはもう、さってあります、錯、え、誤、ー、取り消しが認められれば OK ということだけれども、まあ、A から C の反論としては、えー、D の重過失ですで、まあ、通常、こんなこと考えないだろうって話ですよね。 えーまあ、D に重過失があるかどうかということが問題になるしもし仮にこれは正直この問題文で事情関係が明らかじゃないから、まあ、D が重過失だったとしても結局は、えーとまあ、そうすると D の錯誤につき、えー、と A が、えー、とごめんなさいね、えー、と悪意または重過失だよね。 あの基本的にはこれ問題文としてはあまり明らかに書いてないので実際に錯誤の要件を満たしたことを前提にね、えー、錯誤の要件を満たしたことを前提に A からは D が重過失があるということであればこれは取り消しできなくなるよねあの例外として。でもし仮に D に重過失があったとしてもその錯誤に陥ったことについて悪意が重過失があれば取り消しできるじゃん。 なので一応民法のこの規定は一応主張反論の骨組みとしては95条3項の問題93項の柱書きの問題で,で悪意重過失だったら95条3項の、えー、と1号ですかねを満たせば取り消せるということになりますから、まあ、結局、これあの原則取り消せて。えー 意者が重過失だったら取り消せなくなってでも相手方が悪意重過失だったらまたやっぱり取り消せるっていうやつがあったでしょだからこの辺りのところの原則例外例外と例外っていうねあの話をまあ一応この書いていくってことになりますが本文では具体的な事実関係は特段ないかなということになりますのでまあとはちなみにこれ口頭で一応書いておきますけれどもだいたい動機の錯誤があった場合には え場合によっては売買契約契約内容不適合責任になることが多いです、えー、大体動機の錯誤がある場合相手が表示しているということでしょ相手が目次的に表示してるんだったら土地の価格が上がるような不動産を買っていると、まあ、いうようなことは考えられますよねですからそうすると一応契約内容不適合ということも一応考えられますつまりあの言ってみれば AC 間の契約が 宅地造成予定の不動産と、まあ、これはあの実際に宅地予定の土地というものを契約内容だというふうに考えていくと結局あの契約内容不適合責任というのも一応考えられます。 もまあ考えられななくははいいとは思いますでただ今回だったらそれじゃあ契約内容不適合責任追及するとして、まあ、一応この EC の契約内容がまあ宅地予定の土地であるというふうに考えれば一応契約内容不適合責任を追及するということは可能で,で本問では何ができるかっていったらおそらく解除なんでしょうね。でおそらくは解除なんだけどただこの564条ね とということになるけどじゃあ何を解除するるのって話になるよね何を理由として解除するかというときに542条の,あの履行不能とかっていうのがなかなか見つけにくいんだよね、えー、なので、まあ、今回は契約内容不適合責任の追及っていうのは今回あまり筋としては良くないかなと思うけれども一応、542条の無理やりやるんだったらあの宅地造成予定のものではなかったっていうことですから、まあ、履行不能なんでしょうねおそらくね。 宅地造成予定の不動産だということが契約内容になっていて実際に引き渡されたものが宅地造成予定でなかったで宅,地宅地造成予定のものというものを引き渡すことはできないわけだからそうすると一応これを解除するということであればとりあえず542条の、えー、と1項1号で、まあ、一応、履行不能かなということは検討することはできると思います。要は これは社会通念上、引き渡し義務ですよねでいうのはやっぱり社会通年上利行不能だろうという,ふうに考えていくんでしょうね。ただ、あまり筋は良くないから今回の問題は、明らかに錯誤取り消しで現状回復という問題にはなるけれども、あの大体動機の錯誤ができるときには契約内容不適合も一応考えられるので、一応まあ念のためコメントだけは入れておくけれども、まあ、ちょっとハードルが高いのは、 通常この事案で AC の契約内容で宅地造成地の売買契約という認定をすることは難しいかなと思います。この問題文だけだとね。えー、要するに宅地造成予定地であるということが売買目的物として当事者間で合意があるのであればそうじゃないものが引き渡されれば契約内容品質ですよね、おそらくね。えー、契約内容不適合責任のうち おそらくというか、まあ、品質に関する契約内容不適合責任ということになります。でそうすると結局、追加不能ですよね、これね。宅地予定の土地の引き渡しというのは、義務というのは結局、まあ、やっぱり履行不能になりますから、そうすると履行不能で解除すると。えー、履行不能、まあ、追加ができないんですよ、は。 その要するに不適,合物が不適合物が引き渡されてそれで適合するものを追加せよつっ,ったところで追加することができないから結局はその宅地予定の土地を引き渡すというその追加義務というものが社会通年上利行不能だからまあ結局は564条でまあ解除できるってありますからこの542条の要件を満たしてますからね利行不能解除の要件を満たしてますからまあ解除することっていうのは一応考えられますということですでちなみにどちらからやってもいいですからねあの昨後と 契約内容不適合責任というのはどちらも、まあ、あの好きな方から、まあ、判例上は作語取り消しからやってくれというのが判例なんだけど、まあ、大体あの一般的な考え方からすれば作語取り消しと契約内容不適合はまあ当事者の請求したい方で請求しなさいというのが、ね、一般的な、まあ、判例は作語優先説あるけれども、まあ、どちらからやってもいいのかなというところですそうするとまあ今回の問題はちょっと契約内容不適合はちょっと、まああのー、書いてもさらっとでいいかなと思いますやっぱり主軸になるのは当事者の主張ね あのこの問題を見たときにやっぱり当事者としては開発計画がなかったんだったら、まあ、とりあえず金返せということを言いたいわけだから、まあ、そのための法律構成としてまち、あ、ば取りやすい錯誤取り消しの主張っていうのを持っていくのが一番いいのかなというところです。うんはい、ということで、まあ、第7問はこんなところで,で次に第9問いきますで。第9問は、まあ、結構重要な問題ですね。石、えーまあ、表事に関する問題はできるだけ、えー、今日の講義の中で進めていきたいなというところなのでじゃあ第9問いきましょう。 はいえー、これは同じような問題だからすっといこう A は B に対して A の所有する高土地の隣には地下鉄の駅ができる予定なので高土地も値上,げる値上がりするだろうという、えー、虚偽の事実を述べ 高土地をを代金 1, 万円で売却してを済ましてまたでその後、B は、高土地を C に賃貸して毎月10万円の賃料を受領しているということですね。あのこれは錯誤じゃなくて詐欺の問題ですね。まあ、A がだましてどうでもいい土地を1000万円で売っちゃったとでちょっと厄介なのは詐欺をやった後にどうやら B はその後 B が C に賃貸していますでただし C はその賃借権につき対抗要件を備えていない。 そして、AB 間の売買における詐欺について、善意かつ無過失であった。その後、B は A の詐欺に気がついて、売買契約を取り消す意思表示をした。ABC 間の法律関係について論じなさい。えっと、これはですね、まあ、ロースクールの問題ではあるけれども、確実に関東しなきゃいかん問題ね。え、一応、まあ、問題としてはこういう感じ。AB 間で、とりあえず売買契約が締結されて、その後、C に対して、賃料をやって引き渡しを受けてます。いいですね。 え引き渡しを受けてますで一応、これ、賃借権の、まあ、今回、便宜上 L って書きますけれども、賃、え、借、ー、権の対抗要件はないと。対抗要件はないということですね。だからごめん、建物じゃなくて土地だっけ、今回ね、土地を,土地をこう引き渡しているということですね。で、一応、問題文としては今 B がを持ってます、今、えー、B が登記を持っています。いいですでかね <laughs> でえー、と一応 C については詐欺についてですね、まあ、詐欺について、えー、全員昔です。ここまでですね で一応まあ A としてはまあ売り主なので A がお金を受け取っているという状況で,でかつ今回は詐欺に気が付いて売買契約を取り消す意思表示をしたということまでありますからそうすると時系列で言えることは売買1賃貸借2そしてその後との96条一行取り消しがあごめんなさいこっちが A がするわけねえわ。 A がするわけないよね。B が気づいてこれを取り消した。ということですね。B が気づいて取り消したということで詐欺取り消しが3と。まあ、こういうような問題ですかね。B がどうぞ、ね、こういうことです。 ここまで、はい、ではもう詐欺取り消しされたということになりますからこのときになんかどういうふうに考えていくか論点からまあ飛びつかないようにしてください AB および C の法律関係について論じなさいだから取り消した後に誰が何をしようとするだろうかということを、えー、しっかりと考えていくことになります、えー、とまあ基本的には一番最初にですかね、ば番出てくるものとしては多分 B が A に対して取り消してるということは B は A に対してやるべきことは一つですよね代金返せこれは出発点として必ず出ますであともう他に考えられること C は何か請求するってことはないよねおそらく A が C に対して土地返せでしょうねだって売買契約取り消されてるわけだから売買契約が取り消されてるわけだから A としては C に対して要するに訴求的に取り消したことによって自分が所有者なわけだからその土地返せやっていう。 ことは間違いなく出てくるからその2つをまず出発点として大きな骨組み作れているかどうかです。まあ、で C から請求することはおそらくこれは特にない請求を受ける側だと思います。まあ、一応ねなんかね A から明け渡し求められた後に C から何か反論出てくるかもしれないけど詐欺に基づいたってことになるとまず出発点としては、まあ、B から A に対してはもうこれはしっかり書けるよね詐欺取り消しになりました、えー、無効ですので原状を回復しろです。 あのこの辺なんかでも今日はもうこの辺はもうすっとで現状回復しろということになりますから当然のごとくえ金返せです、まあ、この辺はもう同じです、まあ、代金返還請求がまあおそらくはあ,あごめんなさい 最初は B から A に対してはとりあえずこの金返せっていうのが出発点に出てくると思いますでおそらくは返還請求できそうだよねこれはね、えー、返還請求できそうかなという気はしますので,いいで,すか、ね、でおそらくこれに対して一応細かい話になるけれども A は B に対して登記返せがあります ですから、おそらくそれは同時履行の答弁の関係になるよってことは書いておいたほうがいいでしょうね。おそらく現状回復請求をするから、まあ、A は B に対してとりあえずさっき言った121条の2の関係だと、まあ、代金請求をします。で今、C が登記持っているから A は C に対して、まあ、同じように、まあ、言ってもらば現状回復として登記請求がありますから、まあ、あくまでも一応、可能性としては B からは登記請求との同時履行は言われると思います。 一応念のため確認するけれども取り消しのこのひっくり返りっていうのは条の累推があるよね確認ねあのこれ裏返しですから総務契約の裏返しですから本来同時履行の公弁権っていうのは代金支払いと登記移転といったように総務契約の履行について同時履行の公弁って認めるわけだよね。だけれども今回は取り消しによって元に戻すだからで解除については要件あるんだよね。 解除については、その解除の現状回復の同時履行っていうのは条文があったよね。546条。解除の場合には546条で、解除の現状回復の相互の関係っていうのは、同時履行の関係になつよっていうのはあるんで、そこはまあ、あの問題はないのかなというところなんだけど、今回は総務契約、あの今回取り消しなんですよ。解除じゃないんですよ。解除じゃないけれども、結局これ、総務契約の履行の裏返しなんで、 一応533条の同時履行の抗弁権の類推は認められるということになりますから一応四段ぐらいで書いておくと B から A に対しては代金返せということが考えられてそれに対して一応 B から A の反論としては登記請求がありますから登記請求権同時履行の 公弁は、まあ、言ってくるる可能性はあるかななぐらいな感じです、まあ、言,える言う可能性はあるかなというと、まあ、そこまでなんか、ね、あの問題文で求めているかは分からないけれども、えー、それは言えるかなということですね。であとこれ問題なんだけどここまでできればいいんだけれどもちょっとよ予習がもしあるんだったらこれ考える人がある問題なんだけど実は B は。 高土地を C に賃貸して10万円ずつの賃料を受領してるんですよ。ということはどうやら B っていうのはどうやらなんか賃料が C からこれ入ってきてます。ということはどうやらあの B っていうのは使用利益持ってるんですよ。ということはおそらく B っていうのはこの使用利益の返還もおそらく求められる可能性がある。あのこれは念のため確認するけど解除の場合っていうのは代金プラス利息。 だよね、で目的物返すときには目的物と,、えー、と果実、まあ、使用利益だね、これを返せというのが545条を確認しておいて、え解除の場合には、現状回復するときに代金返すときには利息つけて返す、しあので物を返すときには物と,、えーと,物と,えー、と果実をつけて返すというのがあります。そうすると、おそらく今回、解除ではないけど、取り消しの要するに現状回復も結局、解除とやってること変わらないでしょ。 ですから545条の2項や3項の類推適用で一般的にはこちらの方は登記請求プラス使用利益、もう使用利益得てますからつまり C から得たなんとなくこれ果実取ってんのよ。 あたりも一緒に請求するということは十分あり得ますということはこれ B は A に対して現状回復請求をするんだけどちょっと細かく書いていくと代金請求プラスおそらく利息も取れると思いますなぜかというと B は C から受け取った賃料を多分 A に返すことになるんですよ。いやね現状回復の中身として現状回復として結局は詐欺じゃなくて取り消したわけでしょ。 詐欺で取り消したってことになるからそうすると B は A に対しておそらくはこの賃料相当額も使用利益として、まあ、現状回復として返すということになれば当然 A に対しては代金1000万円の利息で評則合わせるということは請求すると思うこれは545条の2項を3項見といて解除の場合っていうのは代金返せば終わりじゃなくて代金と利息つけて返すんですで目的物返すときには使用利息つけて返すんですとするとおそらくここは表則をちゃんと合わせるんだったら 代金請求プラス利息も一緒にくっつけていくと、まあ、いうことになります。でこれは条の二項とか3項のりまっということになります。えー、一応ねだから代金返還請求プラス利息っていうことです。これはね、で,で B の A の方もちょっとこれ青でつけますけど当期請求権プラス使用利益の返還です。まあ、条文上は果実って書いてあるんだよね。 だけど使用利益、まあ、ここはあのさっきも言った通り、そり解除の場合とそんな変わんないじゃん結局総務契約を解除で戻したのか総務契約を詐欺取り消ししたのかの違いだけでしょ。いいよね ということになりますから一応問題文としてはこういうふうに B は A に対して現状回復請求として代金返せで合わせて利息を返せそしてそれに対して A は B に対して登記を返せで登記を返せというののほかに原状回復として利息取るならばそれと表則合わせる形で C から月10万賃料をもらってるんだからその賃料相当額はちゃんと原状回復しろと。 いうことでお互いに請求を持ち合うということになると思います。で一応ここまでのところが掛けていれば一定のまあ水準っていう感じですかね。えー、っていう感じになるんだけどもう一つこれきよあの気づいた人はあれかな。で B はさっき言ったけどもあの A に対しあごめんなさいこれ逆だ。こっちねこれ A から B だね失礼しました。これちょっとねしんどいねこのね A と B へ逆はねえー、っとこんな感じですね。すみませんここちょっと直しました。あの今ちょっとマ赤いはここですね今ここ直しました。 で一応こういうふうな形で B は A に対して代金請求をします、でそれに対して A は B に対して登記請求をしてで、登記請求権とか使用利益返還との間で同時履行の主張をするということが考えられます。これ、認められれますかこれ判例の確認ですあの判例というかあの学説の確認ですが、あの問題の取材、これ、A ってさ、詐欺やってるよね。 詐欺を行った人が代金返せって言われた時に登記よこすまでは返さねえぞっていうことを主張することを認めていいの。 ということですだってそもそも同時履行の公弁権って公平の観点だからそもそも確かに同時,履行の同時履行の関係にありますよ、えー、売買契約を取り消して元に戻せだったら同時履行の関係に立つけれども考えてみたら自分自ら詐欺行為を行った A がです、ね、B から代金返せって言われたら代金返すんだったらお前も登記と賃料を全部よこせっていうそれまでは払わねえぞっていう同時履行を認めるかっていうとこれは一般的には認めないという見解がありますよね。えー、覚えてます留置権の累積適用 不法行為によって占有を始めた場合には、えー、留置権使えませんよね。でこの人 A さんどういう感じですか詐欺によって現金巻き上げてるんですよ。不法行為によって占有を始めたんじゃないですかということはこれって要するに A っていうのは詐欺を働いた人物なんですよ。詐欺した人なんですよ。もうちょっと雑な書き方をしますけど。えー、詐欺した人あごめんなさい。えー、っと B だね B だね。えー、っとごめんなさい。んちょっと待って。 B A, ね A, はね、A は詐欺した人でね。つまり詐欺した人から同時履行の抗弁認めていいですかっていう話なんですわ。とするとここについては一応学説の立場に立つけど295条2項の類推によって同時履行の抗弁を認めないと。 ま,あまたは、審議則このような人間を審議則上認めるべきではないと審議則上だめなんていう見解は一応、有力に立ちますまあ一応これは295条2項類推しになるのは大丈夫ねあの同時履行の抗弁の問題だからあ,のあれだけども結局、不法行為によって始まったのと同じじゃないですか要人からお金て現金の罰金を始めてますからこれに対しては同時履行の抗弁が不可能だというそういう見解も書けるかなと思います。 ではえと問題としてはこれ B から A に対しての法律関係はこのぐらいになるのかなというところですが今度は、こっちはもうしっかり A から C に対してまあ A から C に対してはやはりあの詐欺取り消しがなされていますよね要は所有権に基づく返還請求です。 いいですね、所有権に基づく返還請求をおそらく A は C に対して行うと思います。でそうするとこの所有権が出てきたらとりあえず必ず取得減価。どうして所有権を得たのかというと結局は AB 売買の詐欺取り消しですよね。ということは所有権は A に復帰しています。 まあ一応判例は復帰的物件変動説で取ってるので、ね、一応、訴求的に無効になるから最初から A のものだったということになるけれども、まあ、基本的にはまあ所有権は A にもともと訴求的にでいいかい、ちいとこ。えー 訴求的にに帰属すするとということになりますよねもともと AB 売買があったわけだけど AB 売買が詐欺取り消しさせれているわけだからということは所有権はまあ A に所有、訴求的に帰属しているしたがって所有権に基づく返還請求をすることができそうだということになるであとは所有権に基づく返還請求であればまあ C からの反論として何が立つかっていうことを見ていけばいいといいかな、ここまで、まあ、一応ちょっとこれは整理しておくと話ががらっと変わるんでここでまあちょっと線引いておきます。 えとごめんなさい色を黒にします、えー、話ががらっと変わるんでここはちょっと、えー、こんなぐらいで線引いておきますけれどもでするとですね A から C に対する請求についてだからまあ問題としてはこう「1」ってありますからここ「2」にしましょうかあごめんなさい、えー、ここを、まあ「1」ってことをしますからこっちを「2」としますけれども、まあ、A が C に対して行う請求としては所有権に基づけ返還請求じゃあ C は A に対してどんな主張しますもうここはいきません取り消し前の第三者の主張です。 えー、だって C っていうのは自立関係としてはこの取り消しが行われる前に利害関係入ってきてきますよね、えー、ですから取り消し前の第三者に対しては取り消しの効果は主張できませんから本来だったらいつもだったら A が取り消したりするんだけど今回 B が取り消しても変わんないからね A が主張してるのは取り消しによって所有権を訴求的に得たんだって話でしょ取り消しによって訴求的に所有者なんだっていう主張は当然 C に対しては言えないからね。 なぜならば九十六条三項の取り消し前の第三者に対してはその取り消しによる無効というのは主張制限されるわけだから、そうすると今回はまあ九十六条まあ C っていうのは九十六条三項の取り消し前の第三者とあります。で取り消し前の第三者についてはちゃんと理由を書いてね。 あの今回、あの答案構成だから理由書かないけれども取り消し前の第三者になるのは96条3項の趣旨っていうのが、えー、取り消しの訴求項によって特に害される第三者を守ることにあるんだと。従ってこの96条,第三96条におけるこの第三者っていうのは、まあ、取り消し前の第三者に当たりますよね。まあ、ここはもうなんか あの確実に言えないとやばそうなやつね定義ね。でそうすると C は九十六条三項の取り消し前の第三者で当たりますから、かつ C は善意、えー、無瑕疵 OK。したがって、えーと、A は取り消しを C に。 えー、C に対抗することができませんよということになるかなと思います。えー、と一応、ここはもうちゃんと書ければいいかなというところですね。でそうすると取り消しのの第三者に当たるよということになります。ですると、まあ、あとはちなみに対抗要件備えてないけどいいよねあの96条の3項第三者は全種公師の関係に立ちますから対抗関係に立ちませんからね、えー、ですから一応 C は対抗要件なくても OK です。あの AC っていうのは前種後種の関係ですから対、えー、対抗要件不要です、ね、C 対抗要件は不要要要件件不不でですすね C は今回問題文の中で一応ねあのちょっと書いてあるのは C は対抗要件備えていなかったっていうことが一応書いてあるのよ。 いいまあ、一応、全種公種の関係に立っているのはいいですよね、あの物件変動の当事者の関係に立つというのを動詞できますから、そうすると C としてはこのように所有権に基づく明け渡し請求、まあ、あの所有権に基づく返還請求は結局 C の主張が認められるからだめだよということになります。で、これで終わる人結構いるんです、この問題。えー、なんか終わったっていう感じですよね、この問題見てね。とりあえず A は、C、に対して 所有権に基づく返還請求をすることがとりあえずできなさそうだなということがまあ見て取れるんですがえここでえしっかりとえ確認しておきたいのがじゃあこれどういう法律関係になります A が C に対して明け渡しを請求することができない効果結果としてどうなるかというと C って賃借人なんだよねとするとどうなるかというとこれはちょっと後で講義でもやりますけれどもおそらくは a が c に対して賃貸借関係がそのまま移行すると考えられます。えー、まあ、どういうことかというと、明け渡し請求が認められなかったっていうのはあるけど、ちょっとこっちのほに書きます。えっ、ー、と、ちょっと答案構成のほに書きますけど、今回こういうことでしょう。a が b で。まあ、a b c 間で賃貸借契約があって、で、今回 c が所有者として復帰したわけでしょだけど、明け渡し請求ができないわけですよ。明け渡し請求ができないわけです。 でそうすると結局、この C というのはどうなるかというと賃借人たる地位をそのまま主張できるんだよね、要は明け渡し請求できないということは、要は A に対して賃借人たるる地位を主張できるってことでしょう。あのここはあのちょっとわかりにくいけど、ここから現場思考の問題です。 えーまあ、言ってみれば A は明け渡しを求めることはできないで,で特にこれは今日ちょっと出てきた話でやると大体これがダメじゃあこれっていうのは持ってた方がいい例えば最初の問題だったらさ最初の方の問題だと明け渡しをなんか求められたけど明け渡しはまあ応じなきゃいけない、まあ、例えば所有者は相手方にあることは間違いないじゃあ留置権で拒めないかって話だったでしょ所有権は争えないけど留置権で拒めないかっていうのと同じこれ要は A は明け渡しは求められないけど賃料を取れないかです。 この話としては明け渡しは求められないけれども結局 A は C に対して出てけって言えないってことは結局どうなるかっていうと C は A に対して賃借人たる C を主張できる。ということは法律関係としてはどういうふうになるかというと一般的には AC 間で賃貸借契約がそのまま移行するとつまり一般的には賃貸にまだ賃貸借の勉強ちょっとやってない方多めんね一般的にはこれは B から A に賃貸人たる C が移転すると考えられる。 つまりもともとは BC 間で賃貸借契約があったんだけれども、えーまあ、B は離脱しますよね。B はもう離離脱脱ししまますす所有者じゃないから離脱しますでだけれどもこの後 A が C に対して明け渡しを求めたんだけれども明け渡しが認められないっていうことはその結果として結局 A は C との関係では賃借人として扱わなきゃいけないんでしょう。 とということはどうなるかというと A が新しい所有者でそれで C との間で従前の賃貸借契約が残っちゃうということだから言ってみればここに月額10万円の賃貸借契約があるんだったらその月額10万円の賃貸借契約がそのまま同一性を維持して AC 間に残るんだろうというふうに考えられると、まあ、いうことですでこれは一応理由としては605条の2の累推適用 ということになりますかね。ええ、六百五条の二の累推適用っていうのが一般的です。で、少しあの忘れてる人、もしくはこれから、まあ、勉強する人向けに。あの賃貸人たる地位の移転って、どういう条文だったかというと、もともとは。あの A. C. ごめんなさい。例えば、もともとは。A. B. 間に、これは一応、あのあ。今回の問題とは関係ないので。あの、ちょっとなんか線引いちゃいますけれども。あの、まあ、A. B. 間で、例えば。 えー、賃貸借契約がありますと AB 間で賃貸借契約があってで A から C に対して売却がなされた場合でで B が要するに、えー、対抗要件ありとこれは今回の問題の違い対抗要件を備えていて C が B に対して明け渡し請求が認められない、まあ、こういう場合、まあ、よくあるのが売買は賃貸借を破れなかった場合ね。 あの不動産賃借権については物件化がありますからあの不動産賃借権については対抗要件を備えることによって明け渡し拒むことができますでこれはちなみに条ののの直接適用の場面です。 605条の2ってどういう条文だったかというと AB 間で賃貸借契約があってでその賃貸借契約があったんだけど A から C に売却があった場合 C は明け渡しを拒めるわけけですよねあ C は明け渡し請求しても対抗要件 B 備えている場合には、まあ、明け渡しを請求は認められないでその場合にはどうなるかというと明け渡し請求できない代わりに C というのが新しい賃貸になるんです。 これは後で条文を見といて605条の2年、ね、605条の2の1項で明け渡し請求ができない場合には新しい賃貸になるんだよという条文ですそうするとこの605条の2の条文に極めて似てるってことに気づくんですよつまり所有権が移って明け渡し請求できない場合なんですよこれいいつまり605条の2っていうのは結局こういうことなんですよ、まあ、新所有者 が賃借人に605条の2の適用場面ってこういう場面です605条の2の適用場面っていうのは対抗要件備えているから C が B に対して明け渡しを請求できないその結果この賃貸借契約がここにこうスライドするんですよ この元々 AB 間にあった賃貸借契約が CB 間にスライドして A が離脱するという、まあ、こういうふうな関係に立つんですねで。そうするとこの問題ってよくよく考えるとこれって類推の基礎ねえかって話、えー、どうやら類推の基礎があるんじゃないかということです。ちちちょょっっっっとと一回きれいにします,すいませんちょっと斜めっちゃったので これにはなんか類推の基礎があるんじゃないかっていうことですどうしてかというと結局これも考えてみて同じじゃないですか B から A にまあ、復帰的物件変動のような話ですもともと B が所有者だったものが取り消しによって新しい A が所有者になったわけでしょ B が所有者で賃貸借契約があったんだけれども詐欺取り消しで新しく A が、まあ、一応所有者になった復帰的にですけどね訴求的に A が所有者だったことになるってことだけど、まあ一応もともと B の間に賃貸借契約があったものが取り消しによって A がまあ所有者としてまた訴求的に貯金になったでそれで明け渡し請求を求めたところこの人96条3項の第三者に当たってるから明け渡しすぎできない。 ということは、結局やってることってこれじゃないですか、所有者が変わったんだけれども、賃借人が新借人に対して明け渡し請求できない、まあ、賃借人に対、まあ、明け渡し請求、つまり対抗ですよね、所有権を対抗できない場合です、ちゃんと,と,ゃんと書きますね、ここはね、今日この問題で終わると思うんで、えー、明け渡し請求、つまり、新所有者が賃借人に所有権を対抗できない 場合でしょということは結局これもそういうことじゃないですか所有者が新しく A になったけれどもその A が所有者であることつまり詐欺取り消しによって自分が所有者になったことを C に対して対抗できない場合なんでしょう賃借人に対して。だね、この人人賃借人ということは結局同じようなものだから類推の基礎 OK だと考えていくと結局 こ605条2項の類推,のの推によって結局、このような賃貸人たる地位の移転が生じるというふうに考えるべきなんじゃないのというのが、まあ、この問題の、えー、とちょっと結論になります。ここうういうことですね。賃貸人の地位が移転したんだというふうに考えるべきなんじゃないかと、まあ、いうことです。こうですね。そうすると結論としては A は C に対してできそうなのは賃料請求なんです。次に。 じゃあ A が C に対して賃料請求できますかという問題です。であとはこうなってくると賃貸借の条文知識になります。えっとちょっと覚えておいてください。えー、賃料請求できるかどうかについては六百五条の二の三個、えー。賃料請求するためには賃貸人の地位があったときに賃料請求するためには、えー、所有権登記取らなきゃいけないってい条文があります。 あの賃料の二重払いを防ぐためですねですから、この賃料請求をするにあたっては、一応、ここに書いておくと、まあ、605条の2の3項の類推で、A が、えー、徴用権登記を備えれば OK であると。 いいうこととになると思います、まあ、ちょっとこれはまだね、賃貸借の勉強してないとあれなんですが、賃貸人の地位の移転があった場合の規律なんですよね、えー、賃貸人の地位の移転があった場合には、新しい賃貸人というのが賃料請求するためには、所有権登記取らなきゃいけませんというのがえあります。ですから、そのまあやっぱり、累推適用ということになりますけれども、そうすると、A が所有権登記を備えているのであれば、賃料請求をすることは十分可能かなというものです。でそうするとですね、この問題を見ると、やったことは結構で難しいんですよ。 まあ、一応、あ括弧1番としてまずちょっと触れたけれどもあの A から C に対してはまあ所有権に基づいいやね。括弧1番は BA 間の関係だからまあちょっとブロックで書くとこういう感じ括弧一1番は AB 間の法律関係です。括弧1番は、ね、で AB 間の法律関係で,で次に括弧二2番が AC 間の法律関係。 で一番、まあ、ブロックとして出てくるのが、まあ、所有権に基づいた返還請求が、まあ、できませんよということだからそれがだから1、まあ、つ目の請求ですよね A からする1つ目の請求で、まあ、C からはこういう反論が出てくるで次に賃貸人の地位が移転されるから賃料請求ということです、えー、賃料請求が認められるということになってきます、えー、賃料請求だから、まあ、ちょっと分かりにくかったかもしれないけれども結局はちょっとまとめておくと A から C についてはとりあえず、まあ、これ同じことを書いちゃうけどまとめになるけど明け渡し請求は無理だけれども、えー、と賃貸人としての、まあ、診療請求は A の投球を備えればできるっていう、まあ、こういう結論ですね、これはね、ちょっと結論部分だけ書いちゃいましたけれども、まあ、A が C に対してできることっていうことで一応ね、えー、ちょっとちっちゃく書いておくと、まあいいか、えーと、そんな感じになろうかと思います。なので一応まあ問題文としては、えー、こういう感じになりますかね、一応ね。 BA. 間についてはもう言ってみれば、あ,のあれですよね、返ってくるかどうかを見ていけばいいということになります。はい、ということで、えー、一応、今日第9問までっていう感じになっちゃうかな、今日ちょっと時間1回目ということで、このぐらいにしておきますが、そうすると、まあ、正直、やってみて分かったと思うんだけれどもあの、じっくり調べて書いていった方が、最初の段階はしんどいと思うんですよ。 なので、一番最初は問題見て、こんな感じかなっていうのをやってって、で、自分で、あの、多分気づかなかったこととか、そういうこととかっていうのがどんどん出てくるから。それで復習するときに、どん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 ストックを積んでいくっていうことが重要になります。だから、特に答案書くときとかも同じで、あの、一番最初からガシ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 答案書いていくというのは結構難しいと思うんですよね。なので、あの、最初の段階では、もう答案書けそうな問題については、ある程度、あの、まあ、こちらの方でこういう問題や。 あのこの問題は答案書いてみるといいよっていうのはね一応、指定は毎回していくんだけれどもあ,のある程度、まだ出てこないうちはですねあの、まあ、できる限りりという感じでやってみるといいかなと思います。で、一応ですけれども、えー、と今日の問題に関しては第3問と第9問の方は一応あの参考答案という形で出していますので、えーまあ、こちらの方まう、あ、3番、9番とか、まあ、実際答案に起こす場合にはどういうふうな感じで書くのかっていうのを一応ねあの まあ考えてみるというのは1つの方法かなと思いますのであのこちらのは参考にしてもらえればと思います。で特にこの最後9番ですけれども、まあ、まとめで、ねまあ、ABC の法律関係図で論じなさいだけど、まあ、マニュアルというのがあるわけではなくてとにかくまずこの図を見たときに当事者として誰が最初先制攻撃をかけるかというその筋を外さないようにね。ね まあ最近だったら予備試験の問題とかだと B の考えられる請求はとかっていう具体的にねちゃんと出てくるけれどもあのちょっと難しい問題になってくるとまあこういうのが出てきてもおかしくないのでまあ民事系の頭というかね民事系のセンスを磨くためには問題文を見たときにこの事実関係ならまず誰が何を言うかですよそのときはもう取り消した B がいるわけでは代金返せなんですよ、まず。代金返せって言ったら A がどんな反論をするかでしょ代金返せじゃあお前は登記返せもらった賃料返せなんですよ。 でそれが通るかどうかって話を考えたときにえ詐欺したやつにそれ通していいのかっていう295条2項類推移が出てくるっていうのは自然に出てくるはずなのよ主張反論の組み立てがあるとなのでえ主張反論主張反論って考えててくださいで例えばそういったら今度は考えられるのは A からしてみれば C に対してはじゃあ今度はお前明け渡すですよねで明け渡せって言われたら C としては俺全員昔の第三者だから明け渡しませんよでしょ で要するに96条の第三者だから全員昔ですから明け渡しませんそしたら A は明け渡しができません残念ってなるでしょそしたら結局 C が賃借人であるってことを前提に A は明け渡し求められないわけだから、まあ、言い換えれば C の賃借権っていうものが結局 A に対抗できて A は所有権対抗できないって関係に立ってるんでしょということはどうなるかっていうと今度は A としてはじゃあ自分が所有権に基づいて出てけって言えないんだったら少なくともあんた新しい私は賃貸人だから賃料をよこせなんですよ で賃料をよこせという,ふうなストレートに出てくるということを、まあ、見ていくといいかな、まあ、特にちょっとこの賃貸人の地位の移転があるというね、えー、ここのあこ2ページ目にあったけどもこの部分結構難しいですよね、えー、結局は A が C に対して明け渡し請求ができなくて結局 A に対して賃貸人たる地位を C が主張できるという状態になっているわけでしょうでこれが結局これと同じなんだということです605条の2の事実関係と同じなんですよ。 新しい所有者が賃借人に明らかに推ぎできない、自らの所有権を対抗できない状態だっていうことに気づけば、類、まあ、推の基礎があるから、結局、賃貸人の地位が移転したんだなっていうことに気づき,きます。あとは賃料請求の回避 っていう、ねえー、問題になりますのでちょっと複雑かなという方は、ね、あのもう一度確認をしておいていただければと思います。はい、ということで、えー、一応今日の問題としては以上ということにいたしましょうで次回の講義ですけれども次回の講義については、えー、と問題文の方いくつか最初に今日の講義の中で、えー、指定してしまいますので、えー、少し問題が、えー、問題文ある方はです、ね、少し準備をしていただいて。 ですねえー、とまず問題文としては先ほどあの指定した通おり、まあ、10番の問題、えー、こちらはあの扱いますので、えー、10番、それから、えー、と12番、えー、12番でそれとですね、まあ、結構ちょこちょことやっていきますけれども、えー、12番で少しちょっと問題文として複雑な問題もあるんですけれども、えー、14番で15番ですね14番以上14番も扱います。でそしてでですすねねあとはです、ね 問題文1個1個言っていかなきゃいけないので、えー、それから、えー、次が、えー、と16番、えー、ごめんなさい17番ごめんなさい17番、えー、と、えー、それからですね少し飛んでいきますで次に、えー、と20番、えー、20番、えー、101214151720 10、えー、それから次にちょっと難しい問題ですけれども21番 で一応、予定では第2回の講義はこの辺りまでかなというふうには思いますけれども、えー、でそして次に、えー、23番、十三番で、えーと、あとはです、ねえー、重要問題25、25番、十五番、そしてです、ね、少々お待ちくださいね、えー、25番、えー、次に十六、えー、番、26番、であとは、 ですねどこだっけな。えー、っとですねそうですね二十六番あと三十番三十番、えー、それから三十一番三十一番でここら辺までが一応目安ではあるけど一応念のために言っとくと十二番32番,、えー32番えー、それからえー、っとですね三十四番。 ということになりますで一応飛ばしている問題については一応後で扱いますので、えー、とであとは次回の講義ですねの時であの対象する番号で1週目でやるものって形であのちょっと紙で出しますので、えー、とりあえずあの第2回第3回の講義で扱うものとしては、えー、もう一度番号を触れておきます、えー、今日扱ったのが3479ということになりまして、えー、次回の講義次次回、ね、第2回第3回では10番12番14番15番17番 え、20番21番23番25番26番30番え31番32番34番ということで一応14問指定しておきますので、えこの14問についてえ扱っていただければと思います。まあ、答案構成、そんな談時間かけずにでいいのでね。で出てきたところとか、特にえ主に物件のところなので、まあ、チェックシートとかまあ、インプット講義でやったところをもう一度ね。しっかり復習していただければと思います。で、今日の講義のところもですね。あのまあ。 あの実際レジュメ動画をちょっと落としてみて、もう一回自分でね、答案構成ぐるぐるえ回してみていただければと思います。ではそれではですね、本日の合格答案作成講座の民法の第一回目の講義は以上といたします。それではお疲れ様でした。